月曜日の夜はボートレースウィークリー始まりました。始まりました。皆さんこんばんは。ボートレースアンバサダー植木道子です。こんばんは。アシスタント平井香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーもうね、はい、暑い暑いっていうのはねちょっといけないかなとは思うんですけどいやもういっぱいっていくら暑いですよ。本当にちょっと多分全国的に暑いですよね。そうなんですよね。岐阜とかあとどっかでは38度ってね、今日テレビでやってましたから。38度ってこう太陽になります。いやもう高いんですよ本当に。やっぱクーラーをかけて寝ますかすいません、クーラー使わせていただいてますやっぱそうですよね。ちょっとね熱中症になっちゃうので ねお家にいても。あとはやっぱりアイスクリーム。そうです、アイス飲みをいっぱいメロン味とか食べたんですけどすごい美味しいんですね。あ、いや実はね今日、はい、あの家のですね近くで、セミがやっぱ木陰 の木じゃないんですよ。普通のコンクリートの。あ、そうか、そうですよね、お家に。だからやっぱり、セミも暑いのかなと思ってねちょっと休ませてみたいな。そんな感じしましたよね。感じですよね、はい、でも夏ですね。そうですね、はい、あ本当皆さんもコメント本当いつもありがとうございます。たくさんもう来ていただきまして。そうですよ、植木さんに今日2回走りですからね。そうですねはい、ちょっとあの頑張っていこうかなと思いますよねはい、はい、それでまあ暑いといえば、はい、ね、多摩川で。多摩川が暑かった。本当にいやちょっと僕もやっぱりあのここ最近のレース、まあ、年のせいもあるかもしれないけど、はい、涙もろくなりましたねだってやっぱりいろんなこう思いがそれぞれあって、そう、ね、ここの優勝戦に至るまでにもいろんなドラマがあってって感じじゃないですか。ね、やっぱりこういろんなねやっぱこう苦労して勝つチャンスをね、逸してやっと勝ったっていうね。まあ多分今日、ね、まあ、平山知佳選手がね、はい、優勝したんですけどね、また人気のね森谷選手もね、残念なんですよね。そうなんです、まあ、この辺も後ほどゆっくりお伝えしたいかなと思いますね。振り返っていきましょう。はい、それでは今回のまずプレゼントからお知らせします、はい、今回はですねプレゼントいろいろありまして、まずは G2 の、三国ボートレース甲子園が、ね、ありましたけれども、はい、そちらのユニフォームに、井口義則選手と田村貴信選手のサインが入っておりますということ で、ね、はい、こちらなんですけれども、こっちはカニ棒ですね、はい、で後ろをくるっと回しますと、かっこよくないですか、お二人のね、はい、お二人のサインが入っている甲子園のユニフォームを1名様にプレゼントさせていただきます。お願いします。はい、はい、であとはですね、日本モーターボート選手会オリジナルのポロシャツと T シャツがございまして、まずこちらが T シャツになりますね、はい、こうなんかもう汗も吸ってくれそうな涼しげな素材のね、はい、T シャツになっております。でポロシャツが、こちらになっております。はい、あでもちょっとかっこいいですね。そうなんです、関係者っぽくないですか、うん、これでなんかこうボートレースさん目指している方にはいいかもしれないですね。おすすめだと思います。はい、でこれなんですけれども、枚数が決まっておりません。えというのもですね、YouTube って高評価ボタンがあるじゃないですか。ありますね、こちらに出ておりますが、はい、その高評価の数で、あなんか 前、 そう前にね1回やりましたね、やらせていただいて、皆さんに協力していただきました。そうなんですよ、はい、みんなで協力することで当選率がどんどん多くなりますよ、はい、というね。あぜひじゃあ22枚プレゼントをね。いやそうなんです、たくさんの方にプレゼントしたいのでね、はい、ぜひたくさんの高評価グッドボタンの方をお願いしたいと思います。はい、ちょっと待って、後で高評価押すよって言ってくださってるから 今ぜひぜひあの気がついた時によろしくお願いします。そうそう、思った時にあって押しておくのが ね、はい、忘れなくていいかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そして今日の番組メニューをよろしくお願いします。はい、では番組メニュー見ていきましょう。はい、はい、ということで推理の方は若松の10レースとガマゴーリの12レース、はい、ガマゴーリは男女ダブル優勝戦が行われておりますので、女子の優勝戦を植木さんに推理していただきたいと思います。でスペシャルゲスト、平本正幸選手です。なんか平本選手のね、はい、こうコース問わずにね、いやそうですね、こうね、ターンをしてくるね、魅力ですよね。スピードとかっこいいターンをね見せてくれますから。でもねレースのスタイルはねちょっとクロートっぽいっていうかな、おー、
若さの中に玄人っぽさがあるっていうかな、うん、渋みもあってみたいな、うん、なんか多分こうそういうベテラン の, あのファンの方にはね多分心を掴んでるんじゃないかな。確かにグッとね、そうですね、掴まれてますよね。はい、ぜひ楽しみに、うん、でまた皆さんもあのこうお聞きしたいことがあったらね、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、20時5分ごろ登場してくれますのでちょっとねお待ちいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではあの平井さん、はい、多摩川振り返っていきましょうか。早速振り返っちゃいましょうか。もう行きましょう。そうです ね, ねまず、うん、優勝戦ですかね。そうですね、どれから行きましょうか。はい、レースをねいくつか見ていきたいと思うんですけれども、うん、はい、まずは順番になので、うん、やっぱり初日のドリームからちょっとレースを ね振り返っていきましょうか。うん、はい、ということでレースを出していきますよ。こんなねメンバーで、まあ、平高奈々選手が、はい、そうですね、1号艇で登場だったわけで、まあ、心配されてましたけどね、うん、あの出場されましたね。そうですね、はい、そして平山選手が2枠と、はい、はい、興味深いドリーム戦ということになりましたが、レースを見ていきたいと思います。で、ね、攻めるコース、遠藤選手、そうですよね、で森谷選手ね、うん、大山選手もね今回本当にね残念でしたけどね。そうなんです、連覇をね、あ、すみませんちょっと待ってくださいね、私がレースを今間違えましたね先に出してしまいました。まあ、でも今回もいろいろドラマがありましたね。いや、ありました。はい、これで出ますかね、こちらを出していきたいと思います。はい、ドリーム戦をね、はい、これ動きなかったですからねちょっと飛ばしていっちゃいますよ。はい、これね結果から言いますけどね、遠藤選手は素晴らしい一幕、はい、いや本当に素晴らしかったですよね。そうですね、なんかこれぞエミちゃんみたいな、そう、これを見てね、うん、今日の優勝戦のね平山選手を見るとまた全然こう違うんですよね。そうですね、はい、うん、これね3コースから遠藤選手はまくりに行くんですけどね、うん、これ平山選手もね玉川の調整がすごく合ってるって言ってましたよね。いや、そう、相性いいんですよね、はい、若干こうあの 平山選手は迷ったんでしょうけどね、うん、その迷ったところを遠藤選手がね、うん、あの本当に綺麗にちょうど船一定分ぐらい回るようなね、うん、あの間隔を空けてのまくりでしたよね。いやー、うん、素晴らしかった。そしてねしっかりね今度4コースの森谷選手がね、うん、あの感激を刺していくというね、うん、これ森谷選手も節間を通してすごくこうなんでしょう、あのボートが安定してるし、いやすごい、モーターにもしっかりこうパワーがあって、うん、そうですね、なんかこう無駄のない走りをしてましたよね、うん、あとすごい追い上げとかもありましたんでね、うん、結構見せてくれましたね。そうですね、そしてやっぱりね平山選手もねちょっと1マーク迷いましたけどね、うん、このレースもねやっぱり最後まで追い上げるっていうね気迫、うん、ちょうど僕もこのタイトルの前に、うん、あの平山選手と、あ、それそうだ、リモートで森谷選手と、はい、それと今井選手と、ね、3人でやってて、まあ、3人ともたまたまこのタイトルなくて取ってなくて、確かにそうですね、やっぱり3社とも取りたいっていうね、うん、あのお話をしていただきましたけどね、やっぱりこのレディースチャンピオンを見てとか目標にこう、ね、レーサーとして頑張ってきたっていう思いもあるでしょうし、やっぱりねあの女子レーサーがこのボートレーサーを目指す、うん、まあ、きっかけがやっぱりこのレディースチャンピオンみたいで、うん、やっぱこれは絶対勝ちたいっていうのは ね、 そうですよね、あるみたいですよね、うんうん、だからまあ初日からこう3コースからまくりっていうね、うん、ちょっとこう波乱かなと思うようなね確かに、まあ、ドリーム戦でしたけどね、まあ、女子戦らしいといえば女子戦らしいようなね、そうですね、こう思い切ったレースも見られる戦いでしたよね、うん、はい、いやー本当にでも初日のドリームからこういった結果だったので、この後どうなっていくんだろうって、そんな感じでしたよね、またね暑い中なのでね、モーターの調整大変だったと思うんですよね、うん、確かに、だってもう真夏日、猛暑日になるんですか、 そうですね、それくらいの暑さでしたもんね。さあさあ、で予選が終わって、うん、準優勝戦をですね見ていきたいと思います、はい、まずは10レースから VTR で振り返っていきましょう、うん、はい、メンバーはこういった顔ぶれになっておりました、はい、これ今11レースですね、10レースから見ていきますか、はい、うん、さあ11レースを見るんですかね、はい、平山選手がね、平山選手の、はい、11レースを見ていきましょうか、うん、
はい、ということで、いやでもウィークリーに出てくれたね、こう日高選手とかね、そうですね、松本選手もね、あの重賞戦乗ってますね。はい、はい、さあね、まあ、日高選手もね、うん、フライング2本を持った中でね、あの実はねこのレースもねチャンスあったんですけどね、うん、まああの平山選手の引き波を乗り越えれなかったんですよ。いやそうですね、うん、これはちょっとね、うん、まあ、悔い残るかなっていう感じでした ね、 そうですね、うん、ちょっとその辺日高選手のレースも見ていただきたいなと思うんですけどね、うんうん、でも本当ですね、今コメントにもありますけど平山志佳選手がリリースチャンピオン初優勝だとは知らなかったって、うん、あの過去にねチャンスあったんですよ、うんうん、でそこでねやっぱりね負けたっていうのがね、うん、まあ今の平山選手を作ったわけですけど ね、 ね、うん、ここもねもう本当にもう快勝っていうかね、うんうん、安心して、だからもうあまりにもね平山選手がしっかりしたターンっていうことでね、うん、あのベテランの日高選手もねこうさせなかったですね、そうですね、本当にさせず、うんね、まくらせず、うん、そしてねここねあの水野選手、いやこれすごかった、ね、佐々木選手との接戦、うんうん、これもまた見応えありましたね。これはもう本当に2着に入らないと輸出できないっていう部分 で、 そうですね、もう激アツですよね、うん、まあなんか今回の準優勝戦は本当にこうドラマがありましたね、各レースですね、うん、そうですね、うん、まあ、その10レースね、あの遠藤選手が若干スタート遅れたところをね、うん、地元の桜本選手とね細川選手が指してね、本当でも遅れたってもう 0.15 ですからね、そうそうそうなんですよ、はいはい、本当そうなんですよね、うん、だからやっぱり女子レーサーがこのチャレンジ、このタイトル、うん、レディースチャンピオンにかける思い、またここをね勝つとまたぐーっと年末のクイーンズクライマックスに近づけますからね、優勝賞金1100万円が、ね、入るわけですから、まあ、そういうような大きなレースの中の一つですからね、うん、まあ、でも平山選手はもう本当になんか、うんうん、ここである程度感触もつかめたと思うんですよ ね、 そうですね、うんうん、でもなんか本当に冷静で、あのまあ、モーターの調整もうまくいったんだろうなと思いましたね、うん、コメントも非常に良かったですよね。いや良かったですね、うん、あと水野選手のこの勝負根性はすごいよねって直樹さんね、そうですね、確かにそう、追い上げとかもすごかった、はい、もう本当にゴールまで見せてくれるのがこの女子戦ですよね、そうですね、うん、さあ準優勝戦が終わりまして、はい、今日優勝戦を迎えたわけですよ、ね、もうなんかみんなに優勝してほしいし、いやでもね優勝戦ね、まあ、唯一地元、はい、桜本選手がね、まあ、どうなるかっていうところもあったし、うん、そうですね、特にねポールポジションの森谷選手も勝ちたいでしょうしね、いやそうですよ、ウィークリー出てくれまして、そう森谷選手もいつも、うん、いいところに行ってもう一歩なんですよ ね、 そうですね、常に優勝候補ですからね、いや本当そうです、そうです、だからまあこれをまたバネにね、うん、悔しさをバネに次ね頑張ってほしいなと思いますよ ね、 そうですね、じゃあどんな優勝戦だったのか、うん、こちらも振り返っていきたいと思います、はい、メンバーからご覧いただきましょう、ね、まあ、森谷選手も平山選手もねいいモーターを引いて、うん、本当初日から注目はされていたんですが、 そしてねこれ桜本選手は実はね、うん、予選道中4枠でね、2回とまくってるんですよ、ええ、そうなんです、でこの2回のまくりっていうのは、うん、他のレーサーも絶対インパクトとしてあるので、いやですよね、うん、だからそういったところでやっぱり今大会地元のレーサーの一人の桜本選手がやっぱり盛り上げたっていうのはね、うん、非常に大きいんじゃないかなと思いますね、うん、ファンの皆さんにももう4号艇の桜本選手はまくりっていうね、そうそう印象があったと思いますからね、うん、そして今の女子レーサーもねこうお産をした後にね、また復帰して活躍されたレーサー多いじゃないですか、うん、多いです、そういう中で坂本選手も長2年間ぐらいね、うん、こう休んだ後でもう本当に頑張ってこの出場権を、そうですね、取ったわけですよね、地元ファンにもたまらない優勝となりましたが、そうですね、さあではレースを見ていきましょう、はい、ここからねドキドキが始まりますよね、
まあね、日本一の清水麺って言われてるね。そうですね。僕はね、あんまり球がね良くないからあんまり、あんま偉そうなことは言えないんだけどね。村田修司選手曰く、ちょっと特徴があるっていう ね、そう話でしたから、うん、プロペラとか、うん、スタートも癖があるって言ってたので、そうですね、玉川はやっぱり統治勝率とかね、やっぱ得意っていうのが関係あるのかなと思いましたね。相性が大事なんですね。うん、ね、小野選手もね、うん、今回の元気な走り、水野選手もね、盛り上げてくれましたね。すごい、静波推しさんは今日当選したから本庄で見られたけどこれはしびれましたって。今回はね、大幅な規制でね、そうですね、迷惑をおかけしましたけどね。さあ、ここね、ちょっとね、細川選手がね、少しスタート遅れたところね、桜本選手がね、やっぱスタートして、やっぱりこの時ね、平山選手がね、ちょっと考えてね、初日のドリームとは判断が全然違うんですよね。この 0.1 秒、 0.2 秒、ちょっと待って、戻してもいいですか。どうぞ戻してもいいですかとか言って、ここですよ、おそらく。そっかそっか、もう本当に一瞬だと思うんですよね。これだってまくられちゃったらもう厳しいから。だから多分平山選手、初日の迷いとか、やっぱりここ最近やっぱ男子と一緒に走っての、G1 も勝ってますしね、そういったもので判断で外っていうね、あの遅れてもいけないし早すぎてもいけないし、そうですよね、あんまり早すぎるとこの森谷選手に分かるし、もう本当の絶妙なターンで判断、確かに、その判断があった上に森谷選手もあっていう感じだったと思うし、だってあの体型だったらそれこそ平山選手が4番を止めてくれて、はい、そうです、あ、逃げられるこれはって、そうですね、1コースが逃げて刺してのバックストレッチ勝負って思うところを、ですよね、やはり平山選手はその、やっぱ桜本選手がバーンって見えたのでね、やっぱそこの判断がもう僕としてはちょっと鳥肌立ちましたね。それってやっぱり経験値なんですか。いや、やっぱりね、悔しい思いをしてるんですよね、彼女はね、やっぱり今までね、やっぱりそういう悔しさがね、ようやくここでね、開花っていうかね。いやー、すごいですね、2コースからのあのまくりで。そう、そしてね、これは本当にあの3着争いもね、最後の最後までね、これ細川選手とね、桜本選手ね、まあ結果的にはね、あの細川選手がおそらく3着になったんですけどね、地元のね、桜本選手も大いに本当盛り上げてくれたですよね。本当ですね。いや、本当はね、これ玉川清水麺とは言うんですけどね、この周回中は結構ね、水が硬いので、そう簡単には抜けないんですけどね。そうなんですね。いや、最後までいいレースを見せていただきましたね。いや、本当ですね、森谷選手は本当に悔しい戦いになりましたね。森谷選手、次は頑張って、そうです ね、頑張っていただきたいと思います。平山選手がレディースチャンピオン優勝ということで、本当ね、レディースチャンピオン初優勝が信じられないくらいの。そうね、本当にママになっても強いですね。いやいや、もうね、本当どんどんね、こうみんな本当にこうお母さんになってね、いや本当ですね、みんな活躍してますからね、またそういうのを見てね、それからボートレースさんになろうっていう女性もね、今多くなってますからね。ぜひね、今期間中ですしね。あ、そうだ、募集中ですよ。ぜひね、応募していただければなと思いますよね。はい、いや、本当に熱い一節感をね、皆さんに見せていただきました ね、 そうですね。また本当ね、ファンの方にはね、本当今回はね、大幅な、ね、規制でね、ご迷惑かけましたしね、またレーサーもね、みんな暑い中ね、まあそうですね、やっぱり映像を通してね、こう自分をこう見せるっていうところでね、本当最後まで頑張っていただきたいなと思いますよね。そうですね、あ、ではですね、皆さんに平山選手もレース直後にですね、この勝ち上がりコメントというものがありますので、こちら VTR でご覧いただきたいと思います。こちらの荒木さん、荒木さん、優勝しました、平山千佳選手が来てくれました、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。レディースチャンピオン初優勝となりました、今の率直なお気持ちをお聞かせください。この大会は悔しい思いがたくさんあったので、本当に今回優勝できて嬉しいです。はい、ファンの皆さんも喜んでると思いますよ。ありがとうございます。優勝戦に行くまではどんな気持ちだったんでしょうか。まあ、同期の明恵ちゃんだったり、同県の山川さん、西村さんにいろんな言葉をもらって、
はい、落ち着いていくことができました。ここまで来るのに悔しい思いもたくさんあったと思います。念願のタイトル獲得ということで、今後ファンの皆さんにどんなレース見せていきたいですか？そうですね、まだまだ課題もたくさんあるんですけど、こういうレースが一つでも多くできるように毎節頑張りたいと思います。今節も無観客でのレースとなりました。応援してくれたファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、コロナで大変な中、本当にたくさんのご声援ありがとうございました。大好きな多摩川でこうしてレディースチャンピオンを取ることができて本当に嬉しく思います。これからも、支えてくれているファンの方、家族のために、心を込めて精一杯走りたいと思います。応援ありがとうございました。いや、本当に平山選手おめでとうございます。大丈夫ですか、植木さん？いや平井さん、ハンカチありますか？いや、ちょっとすいませんね、ハンカチを用意しておかなきゃいけなかったですね、これは、ね、いや、でも表彰式では本当に素敵なね、笑顔を見せてくれました。いや、もうなんか、いやね、やっぱりなんか終わってすぐにはその実感が湧かないっていう選手も結構多かったりするじゃないですか。でも本当にこう喜びがなんかこう自分で抑えきれず溢れ出たんだろうなっていう表情でしたよ ね、まあ、僕はね、走ったことある現役をしてたので、多少ね、平山選手の気持ちも分かるんですけどね、はい、いや、でもなんか平山選手の走りでファンの方が泣くっていう、こういう時代になってるんですよね、うん、今。いや、そうです ね、もう本当にこれ今番組じゃなかったらもっとこうタオルくらい泣いてます、泣いてますよ。いや、だってもういろんな ね、思い出あるじゃないですか。いや、やっぱり、まあでもね、うん、今回は平山選手でしたけどね、はい、まあ、悔しい思いをした51名のレーサーがいるので、まあ、またね、はい、下半期に向けて ね、 本当ですね、みんなをこう感動させていただきたいなと思いますね。女子の中ではこう、うん、夏の、ね、女王が決まりましたんで、次は冬のクイーンが決まりますから、はい、楽しみです ね、皆さんもこう感動されたんじゃないでしょうか ね、もうチャットの中にウィキシーって泣いているコメントが来てますよ。本当 ね、 もうね、本当に最近僕も本当涙腺が弱くゆるくっていうのかな。でも今年入ってから、まあ、いつもそうなんですけど、うん、特に今年入ってからこの感動的な SG とか、うん、プレミアム GI の優勝って多いですね。そうですね、うん、またやっぱね、今時代がね、少しこう自粛っていうところでね、ちょっとこうみんなこう 何かこう感動っていうものが ね欲しいっていう時期なのかもしれないのでね、欲しいですね。そこでやっぱああいう感動するレース、うん、ね、いや、すごくいい、よかったですよね、コメントとレースと見せていただきました、はい、いや、もうたくさんのご声援ありがとうございました。本当におめでとうございます。平山選手おめでとうございました。トーチ5連続優勝だったんです ね、素晴らしい優勝でした。さあ、平井さん、はい、行きましょうかね。そうですね、推理の方に移っていきたいと思います、うん、そうそう、いつもね、時間がなくなってしまうんですよね。今日はまだ大丈夫ですよ。はい、ありますということで、はい、若松の10レースを見ていきましょ う、でちょっとスマホサイトの方も準備しますので、ね、はい、お待ちください。今節の若松はこれ県内選手権ですね。そうなんです、お盆レースになりますね、まあ、これからね、お盆のこう地元がこう帰ってくるレースがこれからあるんですけどね、はい、これちょうど若松はですね、この10レースが干潮といって一番こう潮位が低い、だからまあ、レースコンディションとしてはすごく、はい、乗りやすくなるので、いい状態ってことですね、はい、乗りやすくなるっていうことはみんなスピードターンができるっていうことなんですね。そっか、っていうことで、はい、なかなか外はね、あ、やっぱり難しくなるかなっていうのが、まあ、データ上っていうかな、はい、はい、じゃちょっと若松の展示を見ていきたいと思います、はいはい、はい、そして若松は約ね、もう1年ぐらいね、もう使ってるモーターなので、ある程度こうデータは、なんかな、意味があるのかなと思いますよね。そうですね、数字、モーターの数字とかも信頼できそうな、そうですね、 A 級のレーサー、 B 級のレーサー、いろんな方が乗ってての勝率なのでね、はい、これじゃ動きなさそうなので、そうですね、飛ばしていきたいと思います。はい、この1枠の水間選手はね、当時も優勝してますしね、
スタートがとにかく早いっていうイメージがありますよね。いや本当ですね、こう攻めていくタイプの選手ですもんね。そうですね、はい。さあちょっと見ましょうか。そして攻めるコースの3コースはどうでしょう。ちょっとどうでしょうか。センターがちょっとよく見えたかな、そんな感じしました。そうですね、なんか勢いよくいったのかなっていうような感じでした、はい、3コース4コースちょっといいような感じがしましたね。これちなみに展示タイムって分かりますか。そうですね、展示タイムを出していきます、はい、今向かい風が5メートルってちょっと強めに風が、ね、吹いているようですね。向かい風5メートル、はい。おお、こんな感じでした。あ、そうか、台風がまた接近するからねって、そういう影響なんですね。そうか、そうか。あ、ちょっとこう、あ、そうね、風がね、あと安定板ついているんですねってこう教えてくださいましたね。そうなんですか。これね、でもね、安定板つけたらどうなんですかって結構あるんですけどね、はい、あの僕はあんまりそんなに影響あんまり考えなかったですかね。あ、そうですか、はい、はい。まあ、5メーターぐらいだったらですね、アンテナつけても普段と同じようなレースができるんじゃないかなと思いますよね。はい、はい、それではですね、ちょっといきましょうか。そしてですね、これ新概念データっていうんですかね、はい、はい、素晴らしいデータがあるんですけど、そうですね、これね、水間選手がね、やっぱ1着率が 65.2% と。 65.2%、 はい、はい。そして刺され率っていうのが 21.7 ってあるんですよね、これちょっと高いのかな。そうですね、ちょっとこう、はい、じゃあインで負けるときは刺されがち、ね、ちょっと刺されることがあるかなと思って、うんうん、そしてじゃあ2枠の三原選手はどうなのかっていうと、刺して1着っていうのが 16% なんですね、うんうん、そしてまくってからはないと。で3コースに入る島田選手はどうなのかっていうと、まくりが3回と、うん、だまあまくっていくっていうタイプなんですかね。 そうですね。そして4コースの川添選手は、うん、まあ、まくりが1回で1着、そして5コース定金選手がまくり1着、まくりで1回が1着で刺して2回、うん、そして中田選手は1着はないんですけど、まあ、2着3着はあるのかもしれませんね。まあ、そうですね、はい。こういったデータの中でどうなのかっていうと、うん、まあ水間選手はスタート遅れないだろうと、うん、ね。そして今3、4がスタート感じ良かったですよね、センターが。で島田選手も前半すごく大外枠からすごく良かったんですね、はい、6コースから2着なってるんですね、まあ、そうなると、まあ、通常スタンダードで考えると2コースは刺すんですけど、うん、まあ、こう入るんじゃないかなと思うんですね。女子レースには意外とこのまくり差しって少なかったんですよ、そうですね、これやっぱり3は攻めていってっていうのが、やっぱり攻めていくんですね、はい、そして2コースがこうゆっくりこう差していくっていうのがすごく上手なんですね、うんうん、もう結構男性のレースに多く見られるのはこの間に入っていくっていうのが多いので、うん、島田選手がもし1着になるんだったらこの間に入っていくんじゃないかなと思いますよね、うん、そして3コースが動くことで4コースがこう差してくると。そして定金選手が、まあ、まくり差しなんですけどね、そんなにモーター良くなかったんですよね、1走目を見た感じではですね、で、まあ、攻めていくタイプなんですよね定金選手も、はい、だから3コースが動いて4コースが差していくと定金選手はやっぱ若干まくりに行って差していく、そこを中田選手が最内を差してくるっていうような展開になると思うんですよね、皆さんどうでしょうかね皆さんどうでしょうか。まあ、大体、まあ、こういうふうな感じなんですけど、はい、まあ、水間選手がそんなにスタート遅れないので、いやそうですよね、まあ、刺され率から言って誰に刺されるかっていうことを考えたときに、うん、僕は三原選手よりか島田選手じゃないかなとちょっと、うんうん、思いました。はい、はい、そうですね、まあ、僕の中では水間選手が、うん、三原選手と 1,2 コース遅れて島田選手がスタート1機でまくっていって、うん、4コースと島田選手と川添選手でこう両立するっていうのがなんとなくイメージとしてないので、はい、
どうでしょうかね。どうでしょうかね。なんかもしなんかあこんなパターンとかあったら、そんなのがあればですね。そうですね。ぜひぜひ聞いていただいて。5126あ高配当で5 結構ですね今やな5枠、はい、5コースからのまくり雑誌って結構多いですね。多いんですよね。3がこう攻めてっての5のまくり雑誌。そうなんですよ。それはさっきのパターンじゃないですけど、うん、3コースは動くことによって4コースは差しに行くので、うん、そこの上をこう入っていくっていうことなんですね、うん、これは非常にモーターの力がいるんですね、うん、実は。はい。でまあ、そうなったら定金選手なんですが、ちょっとね、うん、僕は1走目の感じでは1着までは厳しいかなってちょっと私は思いましたね、はい。うん、まあ直前でモーターが良くなってるかもしれませんけどね、うんうん、ただやっぱり干潮っていう潮回りからすると、まあ、結構水間選手が1コースからスピード持って回るんではないかなと思いますよね。確かに外のメンバーもスピード持って回れるけど、その分うちのメンバーも思い切りいけるんですよね。そうなんですよ。やっぱ水面、もし平井さんがレーサーだったら、はい、1枠で水面がいいってなると、はい、やっぱり1コースから逃げるでしょ。そうですね。ですよね。無駄にこう落とさずに思い切っていきたい。そうですね、はい、っていうことはやっぱり水面がちょっとぽちゃついたり、満潮の時間っていうとそんなにこう1コースからも握れないじゃないですか、うん、そういった時って結構外からとかね、チャンスがあるのかなと思いますよね。それも、そうですね、うん、僕の経験なんですけどね、はい、うん、なるほど。やっぱりその3コースからのレーサーがどうするかっていうところでね、やっぱりそこがまず一つポイントになりますね。そうですね、はい、うん、そんな感じですね、はい。締め切り時間は19時35分ということで、うん、あと2分ぐらいになりますかね、はい。そうですね、はい。ただあと2コース、2コースからの差しっていうところもね、結構忘れた頃にやってくるっていうかね、確かにそうだったみたいな。そうだから1コースが3コースのまくりにちょっとでも牽制気味に行ってしまうと1マクが開くので、まあ誰が刺してくるかっていうところで、まあ刺すっていうのは2コースか4コースなんですね基本。じゃあどちらの方がモーターがいいかっていうところで、結構こう4が刺してしまうと高配当になったりね、意外とこう2コースがこう入るとね。そっか、さっきの新概念データだと水間選手はこう若干刺され気味だったじゃないですか。そうですね。ってことはまくってくる選手にこうちょっと反応しちゃうとか、そういうことですよね、っていう可能性が高いってことですよね、はいはい。だからもし三原選手がスタート遅れたりして、うん、3コースがまくっていった時に両者流れたところを、うん、誰かがサクッと川添選手が刺したりまあね、うんうん、そういうこともありますね。そうですね、はい。データって面白いですね。いや、そうなんですよね見れば見るほど。でもデータ通りで船券が当たればねそう、ま、皆さん億万長者ですよ。 またそれはそれでね、はい、面白いかっていうとまたまあそうです ね、うんうん、どうなんでしょうね、その辺がね。あ、こんばんは、グッと押しました。 ありがとうございます。桐山さん、ありがとうございます。いやだけど、はい、本当皆さん温かいコメントですよね。いや、そうですよ ね、 うん、植木さんのいつも見ています、植木さんの説明が分かりやすくてありがたいです、お願いしますって。俺は俺さんから来てますね。でもこれはね、だいぶ皆さんお世辞だと思うんですよね、うん、なんでそんな弱気なんですか、うん、最近いや、やっぱりね、人生これでいいと思ったらもう成長が止まりますから。まあまあ確かに、はい。だから解説がもう分かりやすいよって言ってる間に次のことを考えないと、はい、また同じこと言ってるよ植木さんでは、はい、アンバサダー同じこと言ってるじゃいけないので。なるほど、はい。だからできるだけね、皆さんにこうなんか、ああそうなのかっていうね、うん、やっぱりこう皆さんが楽しくなってもらえるようなね。そうですね、うん。まあまあ、もちろんその船券っていう楽しさもありますけど、うん、ええ、こうボートレース競技っていうかな、はい、そういうのはちょっとこう見方を変えていくのもいいのかなと思いますよね、うんうん、そうなんですよね。うん、あ、植ちゃんさんが石野さんのグランプリ T シャツが当たったから最近の船券の調子が点々点笑いってことはいまいちってことなんですかねこれは大変運を使っちゃった、うん、でもやっぱしあれですかね、こうなんだろう、プレゼント、はい、
やっぱ当たるってことは嬉しい。いや嬉しいですよね。これ当たったらどんな気持ちなんでしょうね。あれだってこ急に届くんですかね。発想を持ってみたいな感じなんですか。あ、そうみたいですね。僕って今までそういうなんか当たったっていうことがあんまりないんですよね、はい、なんか宝くじ商店街のくじ引きとかやったことないですか。全然ないですね。ないですよね。商店街のくじ引きを植木さんが引いてるなんて。競馬も引けば6号艇引きましたし、現役の、あのもう本当グランプリに初めてか行った時、はい、もう初戦から6号艇6って引いた時は、わグランプリで、あの昔は本当にあの最初から抽選だったんですよ。あの12名が行って、はい、あもう初日最初から1戦目から、はい、へで最初6引いてもまあ明日大丈夫だろうってまた6引いたとかそんなこともありましたね。確かに、はい、まあ、今はねはショック。やっぱ今はねちゃんと自分で勝ち取った1枠がありますけどね、はい、そうですね。1層目は順番ですからね、はい、賞金中になってますね。さあもうすぐ、ね、始まるみたいですね、はい。あ、懐かしいな、僕のふるさとですよね。そうですよね。うん、ウィークリーは若松率が、ま、ナイターの時間帯ですから ね、うん、あプレゼント増やして植木さんのお力でって、今日はね皆さんのお力で増えるんですよね。そうそう、まずは600でしたよね。そうなんですよ。グッドボタンを600です。よろしくお願いします。600になると22枚、サイズとあれ M サイズと L サイズがあるので、うん、あの希望のサイズだけ、ね、書いて、ね、ほんでその解説が良かったよっていう方も今度はこういう解説もっていうものもね、はい、添えてグッドボタンを押していただければありがたいかな。そうですね。さあレースですね。10レースの対戦メンバーは1号艇水間敦、若干向かい風ですね。そうですね。3号艇島田一成、4号艇川添秀正、さあやっぱりねこの水間選手といえばね地元なのでね、特に地元の中の地元ですからね。6艇まだバック側枠なりに作戦行動となりました。平均スタートタイミングが 0.14 ってすごいと思いますよね。確かに。6月の県内選手権は優勝を伺っています。水間そうですね、行きたいんですよね。なかなかねふるさとにも帰れない状況なので、早くね落ち着いた、ね、世の中になってほしいなと思ってますね。日常に戻ってほしいですよね。でも今 LINE とかでこうあったような感じになるっていうのがね、ビデオ電話とか時代ですね。できるのいいですよね。さあどうでしょう、はい、水野選手は遅れないとは思いますけどね。さあどうでしょうか。スタートしました。佐田金選手もちょっと覗いてますけど伸び返されましたね。少し3コースはまくりに行きました。さあ刺してきたのは誰だ。中田選手ですね。本当ですね。まあここは水間選手が逃げて外を回った島田選手、1から伸びていった中田選手、まあ、ここは差し替えしましたね。まあ、中田選手もあのしっかり、まあ、これでも佐田金選手がねやっぱりモーター良かったらあの位置にいたとは思うんですけどね。スタートもこうちょっと成功してましたもんね。2番手3号艇島田の外回り、すごいですね。いい感じですね。ですね。さあここ2着争いがまた、まあでも島田選手もですね午前中のレースもすごく感じよかったからですね、そう簡単には抜かれないんじゃないかなと思いますがね。さあどうでしょう。あーっとー、もうこれ2着狙ってますよ。どうですね。うん、皆さんどうでしょうか。中田選手もね、うん、やっぱりこれから注目されてるレーサーなんですよね。実は同じ僕と同じ小倉なんですよ。出身がです。ああ、で僕と出身高校は実は一緒なんですよ。小倉商業高校で本当に後輩みたいな感じになりますね。まあ、後輩ってその年齢が違うから同じ時代で校舎でいませんけどね。26歳なんですね。そうですね。どう考えても同じ時に学んでないですよね。
先頭1番五輪、3番五輪、6番五輪、番でもねやっぱり、水間選手しっかりね、3コースの島田選手を受け止めて逃げましたね。そうですね、まあ、今のところまだ台風の影響もそうないんでしょうかね。さっきあのコメントの中にあったんですけど、はい、選手ってこう何メートルくらいから風って気になるんですかってあったんですけど、あ、そうですね、風よりやっぱりこう展示で乗った時の体感じゃないですかね。あ、その風とかの感じたり、はい、ハンドル切った時の向きとかが、あれこれはちょっといつもの自分のターンができないなって。あ、じゃあ一概にこう何メートル以上はちょっととは言えない感じ。はい、やっぱり、はい、波に対するこう乗る乗れないっていうのもその人その人は違いますし、 あります、ね、あとはこうやっぱり壁があって、はい、風をこう直接受けるレース場と、あ、確かにいろいろあるじゃないですか、暴風壁があったり、うんうん、そうですね、だからやっぱり展示でやっぱり乗れてるか乗れてないかっていうところ僕はやっぱりそこで最終確認してましたね。じゃあ風が強い時とかは皆さんも展示をちょっと見て、そうですね、やっぱり展示でレーサーも、あ、これだったらいつもの自分のハンドル入れられないなとか、うん、やっぱりそこでみんな感じてると思うんですよね。だから10できてたところ7ぐらいかなとか、はい、そこをやっぱ展示で確かめてると思うんですよね。なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、はい、ということで若松の10レース、はい、今日ね初日を迎えたお盆レースですけれども、はい、はい、推理をしながらです、はい、いかがだったでしょうか。もし話が良かったと思う方はグッドボタンを押していただくと、はい、たくさんの皆さんにね T シャツと T シャツがポロシャツをねプレゼントできます、はい、よろしくお願いします。はい、さあ若松が終わりましたね。はい、でちょっと次に行きましょうか。そうですね、はい、それでは、じゃあ先週のトピックスを、はい、そうですね、行きましょうかね、はい、1週間を振り返っていきたいと思います。一覧でご覧ください。はい、さあこんな感じでね、柳瀬選手通算1000勝ですか。はい、達成いたしました。おめでとうございます、あとは、あ、確かに涙の優勝もあり嬉しい水神祭もあり、ね、はい、いろいろありましたね。これはあれですか、一つ一つ追っていくんですかね、はい、そうですね、 VTR も交えてですね、お届けしていきたいと思います。VTR ほぼほぼあるんですけどね。はい、わかりました。はい、柳瀬浩二選手の通算1000勝達成ということで、下関の G3 戦での1000勝達成となりました、はい、初日の第2レースだったんですが、はい、レースを見ていきましょう。ね、柳瀬選手もね、はい、結構あの選手会のですね、そういうみんなを束ねるようなですね、仕事もレーサーしながらね、やられているようなレーサーですよね。4番、5番、6番スタートしてきました。2号艇吉永が若干する優勢ですが、1号艇柳瀬もそれほどやられるほどではなくさ、先に回る体勢には持ち込みそう。伸び返しましたかね。3号艇の吉永が幕に関して2号艇の吉永に、あとは4番、5番、6番ですが、さあここは1号艇柳瀬が逃げ高、2号艇吉永、3号艇吉永が2番手争い、やっぱりこう下関っていうとなんか僕もこう1コースが強いっていうね。そうですよね、なんかすごくイメージがありましたね。もう内寄りのうちのイメージですね。あ、でもこれゴールデンレーサーのね白井選手たちからね水神祭してもらったんですね。26年かかりましたけど、ようやく1000勝することができました。これからも1勝ずつ積み重ねて、なんとか1500勝無理かもしれませんけど、目指して頑張って頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。いや、おめでとうございました。さっきねプロフィールを見ていたら8月12日がお誕生日ということで、明日明後日になりますかね。そうですね、はい、で13日からは徳山にね出走となりますんで、でも下関も3周回のタイムが1分51秒台っていうのは、やっぱりちょっとこうモーターの回転が上がってないかもしれませんね。やっぱり暑さですかね。だいたいタイムが出るレース場なんですけど、やっぱりその3周回タイムがあんまり速いタイムが出てないってことはね、やっぱスタートする時のねこう反応とかがね、そのあたりがちょっと良くないのかなっていうのは鈍くなってるのかもしれないですかね。はい、まずは柳瀬浩二選手の1000勝達成の話題でした。はい、さ
さあでは続いてこちらですね、はい、いやこれね僕もねちょっとね実はねテレビで泣きました。あテレビで泣きました。それはねなぜかというと、はい、あのゴールデンウィークに、うん、あの実はこういう YouTube に出ていただいたんですよ、確かその時もちょっと今年に入って調子が悪いんですみたいなね、うんうん、話をしてくれててですね、はい、それがなんかパーッと思い出してなんか一人ででも多分この涙の優勝は、うん、涙されたファンの方多いんじゃないですか ねそしてまたあの5コースからね。いや本当ですよ、うん、これも素晴らしかったです。素晴らしかったね、まあ、準優勝戦はね逃げが決まらずという中で、西山貴弘選手にね1号艇が回ってきて、これもね西山選手もね、うん、本当ここ勝ちたかったと思うんですよね。いやそうですよね、うん、だけどまあこの悔しさをね、はい、またこう次回にね、あの生かしてほしいなと思いますよね。西山選手今いいリズムで来てますんでね、うん、そうですね。やっぱりこの大会も盛り上げましたしね、うん、そうでした。でもやっぱり琵琶湖って、うん、徳松選手も確か言ってましたよね、やっぱりこう独特と独特、ね、やっぱりこう走り慣れたレーサーの強みっていうのはあるのかなと思いましたね、うん、そうですね、うん、地元が3人輸出してきた戦いでしたが、はい、レース見ていきたいと思います。馬場、はい、選手5号艇で、そう、ね、ここもメンバー良かったですよね。僕もね琵琶湖の実績がないからあんまりね大きなことは言えないんですけどね、本当にこのレールのような、いやどうですか、これ多分こう馬場選手の不安はもうほら見てっていう感じだと思いますよ。馬場選手の5号艇、黄色い馬場選手はこれだっていう、うん、ね、いやこれやっぱりね君島選手がやっぱりこうまくりに行って松井選手が刺すっていうね、そこの展開がもう本当に馬場選手ハマりましたよね。絶品ですよね、うん、いやまあ西山選手は悔しいと思いますよね、うんうん、そしてねこれ丸野選手、君島選手、馬場選手とまた地元がね、いや本当ですね、うん、まあ、みんな本当持てる力を出したっていう感じでしたよね、うん、馬場選手はどのあたりからこううるうるしてたんですかね。いやどうでしょうね、いや本当にねあのこの YouTube で一緒の時にね、本当になんかちょっと満足いってないんですよっていうね、あのすごくその時言ってましたね、うん、でやっぱりこうどんどんこうやっぱりあの何でしょう、 SG も勝ってるレーサーなので求められてるものはやっぱりねどんどん上がっていくのでね。そうですね、うん、そうなんですよ、 SG を先に優勝していて、だから G1 戦の優勝がなくて、そうですよね、まして地元のね G1 っていうね、うん、いやもうこの辺はちょっとこうもうちょっとだって思いながら走られてるんですかね、あの準優勝戦インから2着になってしまったことで、ちょっとね気持ちも途切れてしまったガスポーズねみたいなお話もあったみたいなんですが、です、ね、直後の様子です。いや森田さんもね、うん、いやね、うわあ嬉しい、ちょっと喜びの声を聞いてみましょう。なんか今日はもうちょっと馬場選手優勝おめでとうございます。G1 初制覇ということになりました。今の率直なお気持ちいかがですか。いやもうあのちょっと昨日までだいぶ気持ちが切れてたんですけど、まあ今日はしっかり自分のやれることをやって、最高のレースできたらなと思ったんで、まさか優勝でできると思ってなかったんで、本当に嬉しいです。まあ、G1 初優勝できたのが地元で本当に幸せです、はい、ちょっとやっぱりこうね、グッとくるもなりますね。そうですね、今まで何度も悔しい思いしてきて、はい、でちょっと諦めてたところもあったんで、はい、嬉しいです。ファンの皆様のご声援のおかげで、地元で G1 優勝することができました、今後も一層一層、しっかり、走っていきます。ご参加します。おめでとうございます。真面目か、すいません、お疲れ様でした。いやー真面目かって言われてましたね菊池選手と茅原選手に。
いやもうちょっと、植木さんハンカチ何枚いりますかって直地さん優しい。ちなみに黄色いハンカチを持ってます。幸せのハンカチ。幸せの黄色いハンカチか。黄色ですよ。ね、いやでもなんか納得っていうか、なんだろう、馬場選手のやっぱりこの黄色い勝負服でっていうのは、うん、いやだけどですね、うん、あのこの涙の裏にはやっぱりね、平山選手の涙もそうなんですけどね、まあ人生そうやないですか。そんないつもいいことないですよね。そうですね、やっぱこう悪いことがあってこう、うん、勝った時にこうすごい喜び、はい、ね、いや地元で この初 G1 優勝っていうのは、またねこう菊池選手と貝原選手、うん、いいですね。いやそうですね、もうああいうのこう多分馬場選手も記憶に残りますよね、はい、そうですね、うん、やっぱああいうところがあの、うん、2人のレーサーのいいところですよね。声をかけたりですね、いや本当ですね、うん、いやすごい素晴らしいレースでしたね。またでもあの、うん、後半に向けてね、なんかこうまた馬場選手こう盛り返しそうですね。いやそうですよ、だってグランプリシリーズはね、うん、馬場選手優勝してますけど、そうですよね、なんつってももう来年の、クラシックは権利取りましたからね。そういうことですね、うん、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね。これからが楽しみですね、はい、はい、ではでは、うん、続いてはこちらです。これはういういしい水神祭になりますね。はい、柴田恭介選手がデビュー初勝利、うん、水神祭を飾りました。はい、ボートレース戸田でですね、はい、戸田ねなんです、地元で、水神祭となりましたのでレースを見ていきたいと思います。はい、さあ柴田選手は6号艇で5コースからの戦いでした。うん、6番5番です。さあ、戸田って難しいんですけどね。おー、抜けたスタートで。さすが地元。できません。6番の柴田が一気のまくりでここは抜け出しました。6番の柴田がまくり切って先頭。ね、戸田ってこうね、結果スタートいけばいいじゃんって思いそうですけどね。ただただそういうことではないんですよね。そうじゃないんですよね。うん、やっぱりまくっていくにしてもですね、あのまくった向こう側の旋回半径っていうんですかね、やっぱ狭いので。そう、狭いですよね。はい、いやいい、しんちゃんさんが完璧なまくりって、だって今の時期の水神祭は確かにね、いいですよね。はい、非常にいいお天気の中水神祭が行われました。まあね、ファンの前でね、あすごいくるくるって回りましたね。あの地元の先輩方やあと3人の同期がね、いたんですけれども、囲まれて水神祭が行われたということです。コンマ06、うん、これからも頑張ってほしいですね。そうですね、私もですね、うん、初一着覚えてますよ。あ、覚えてますか。12月31日でした。大晦日か。はい、そうです。11月デビューだったんですよ。そうなんですね。はい、で12月31日。すごい。たまたまその時ちょっと暖かかったんですけどね。あ、よかったですね。水神祭はもちろんされた。しましたしました。だいぶそうですよね。寒い時期ですね。そうですね。でもね、やっぱりファンの方がこう表まで出てきてくれて、スタンドが。みんなこう手を振ってくれてですね。今戸田もファンの方ね、入られてるので。そうなんですよね。皆さんの前で。まあね、柴田選手もその今のファンの方の、ね、うん、こう声援をあの生涯忘れないように ね、 そうですね、頑張ってほしいなと思いますね。あのご本人のツイッターにね、うん、こういいモーターが引けてこう活躍できましたと、だから技量不足の部分もこのモーターに助けられた部分があるんで、いやでもですね、いいモーターを引いたからって言って絶対一着取れるってもんじゃないですし確かに、でまたいいモーターを引いた時にやっぱいいレースをして、自分にやっぱりこう勝ちパターンとかね、だからいいモーター引いたときにやっぱどれだけのことがこう自分でできるかっていうところなので、はい、この一生がまずまたスタートになりますからね。はい、私もそうでしたもんね。やっぱいいモーターを引いたときにやっぱりいい勝ち方をして、はい、なんか自分の中でそれがこう成功例になっていったので、はい、いいモーター引いたからとかは考えない方がいいと思いますよね。じゃあ2勝目3勝目目指してね、はい、ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。はい、頑張ってほしいと思います。はい、柴田恭介選手おめでとうございました。はい、じゃあ続いてのは、ね、はい、行きましょうか。はい、こちらもすごいんですよ。うん、はい、うわ、大池祐樹選手が完全優勝、また達成、また私はしてない。ジェラシー。いや、ジェラシーっていうよりも尊敬します。いや、素晴らしいですよ。10回連続ですよ、うん、ね、すごすぎます。実は今日あの
レディスチャンピオンの、はい、桜本選手も実は、初優勝はパーフェクト優勝って言ってました。そっか、そうですね、素晴らしいですよね。パーフェクトでしたかね、桜本選手の初優勝ね。いや、そうだ、ジェラシーとかではなくて、違うんですね、あのもう本当ね、失礼しました。いやいやいや、そういう意味じゃなくて、あのやっぱ途中一回力入ってしまうんですよね。やっぱりそうですね、ピン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 って並んでたら3とか結構あったりあるんですけどね。やっぱりそこすごいなって思いますよね、メンタル的にも本当すごいですもんね。そうですね、でちょっとこちらもねレースを見ていきたいと思います。桐生の優勝戦1号艇で大池選手登場でした。はい、ね、大池選手はねこう怪我とかしても大変なね、の乗り越えての、まあ、こういうパーフェクトですよね。これまた嬉しかったでしょうね。いやー、そうですよね。スタートがまた03という素晴らしいスタート。深谷選手刺してきたんですね。さすが。なんか深谷選手もどっちだったらいいんだろうみたいな。そうですね、もう一伸びでしたね。そうですね、見えてくるか1号艇の大池由紀、2番手追走6号艇の深谷、そして3番手に5号艇の山崎哲司、上部体制は165、ちょっとやっぱりこのメンバーも良かったですよね。桐生の優勝戦もね、2番手と3番手の定価も同じく2停止半ぐらい、大池選手足すごかったなって。そうですね、うーん、いや、すごいですね。スカッと爽やか入っても、まさにスカッとさせてくれる ね、 そうですね。パーフェクトおめでとう。いや、おめでとうございます。ね、自身ね、初のね、パーフェクト優勝ということで、10戦10勝。うん、そう、あの、本当、ね、コメントにありましたけどね、私はパーフェクトもないし、24条制覇もないんですよ、実は。突っ込まれてる。もうね。はい、いや本当ね、素晴らしかったですね。うん、まあ、そういった意味ではね、本当パーフェクトされたりね、24条制覇、はい、本当にあの素晴らしいなと思いますよね。本当、記憶にも記録にもね、残るような優勝になりますね。はい、これからね、ぜひそういったレーサーが一人でもね、はい、よく出てほしいなと思いますね。そうですね、はい、大池選手本当におめでとうございました。はい、ます一節間お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、さあ、では続いてこちらですね。はい、これは G1 戦の初勝利ということで、レディスチャンピオンです。この2人は同期じゃないですかね。そうです ね、 ね、土屋みなみ選手と西橋奈美選手がレディスチャンピオンで初勝利、はい、G1 初勝利挙げましたので、はい、ちょっと皆さん見たいんじゃないですか。推進祭が、ね、ありますので、ね、見ていきましょう。はい、さあ、まずは土屋みなみ選手のレースから見ていきます。はい、1号艇でしたね。1コースですね。さあ、今回もね、あの準優勝戦まで駒を進めましたよね。はい、これから期待されている若手レーサーの一人ですよね。そうですね。はい、しっかり、しっかり逃げたなっていうような。そうですね、あのレースライブをこう YouTube で、はい、ね、やっていたんですけれども、チャットの中にやっぱりみなみちゃん、みなみちゃんっていう、ね、たくさんのエールがありましたね。お団子かわいい。ありがとうございます。今の気持ちいかがですか？素直に嬉しいです。まだまだなんですけど、たくさん G1 の舞台で活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。さあ、では続いて西橋奈美選手、はい、こちらは5号艇での登場でした。はい、西村選手はちょっとまくりに行ったところを、ここ刺すんですか？刺します。あの、本当、先ほど言いましたけどね、あのやっぱり女子のレースでまくり接種ってすごく少ないんですけどね、これバックステージ伸びていくんでしょうか。これでもこういうレース西橋選手上手なんですよね。ここの2マーク、さすがでしたね。いや、本当にこれは自信になりますよ。あの2マークね、功績の内から内へね、なんか今は誰でしょうか、あのソロート、ね、今井選手。
今井選手ね、あの同じ支部ですよね。泳げないんですよ。とりあえず一安心ですね。そうですね、まだ節間残ってるんで、あのちゃんと気合い入れて、あの最終日、最終レースまでちゃんと、船木に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー、よかった、まあ、こうやってね、切磋琢磨してね、はい、こうまた G1 でね、あの SGR 頑張ってほしいですよね。そうですね、あ、それで今井選手はあの、そうなんです、あれは北の間だったんですよね。でもね、また後輩のこう頑張りはね、またこう刺激になりますよね。そうですね、本当に今井美和選手も西橋奈美選手もこういい絶品のまくり差しを ね見せてくれる選手なので、もっともっと活躍をね期待していきたいですよね。そうですね、やっぱり G1 でやっぱ勝利は嬉しいですよね、はい、やっぱり女子選手の水準祭ってこう華やかで賑やかでいいですね、こう楽しくなりますね。まああのね、あの男子選手もね、あのやっぱ年々ね、こう男子レーサーのレベルも上がってますけどね、まあ、ここはねやっぱり同期でこうまた切磋琢磨してね、はい、頑張ってほしいなと思いますよ ね。おめでとうございました。はい、さあいろんなね優勝とか、いろんな水準祭とかさまざまあったんですが、先週の、優勝者、優勝したメンバーを見ていきましょう、すごいたくさんいます。たくさんいるけど、あとねやっぱね、さすがっていう、僕やっぱ前本選手ね、やっぱりこう僕一緒に走ったこともあってですね、常にこう平常心っていうか、いい時も悪い時も同じこう雰囲気を出すんですよね、やっぱああいうところがやっぱりこうさすがだなと思うし、やっぱ息の長いこうレーサー、になれるのかなと思いますよね。あの下関は3連続優勝になった前本選手なんですけども、今年これが6回目の優勝で、で月末のメモリアルって下関なんですよね。あ、そういった意味ではちょっと楽しみですよね。そうですね、ぜひちょっと皆さんもね、注目していただきたいなと思いますよね。そうですね、そしてあの徳松選手も優勝してるんですよね。いや、そうなんですよ。あの実は、あの今日渡しますからね、あの靴べら、徳松選手もそうだ、はい、この番組で送りますって言ってくれたじゃないですか、そうですね、で私と平井さんと犬丸さんに送っていただきました。ウィークリーメンバーに徳松選手、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、いや本当ね、さまざまなメンバーの優勝がありましたけれど、松尾選手のね、松尾博選手の優勝とかも良かったですからね。そうね、松尾選手も鬼に金棒のようなね、レースでしたよね。語り出すとみんな語りたくなっちゃうんですけどね。そうですね、いいレースでしたね。いや本当ですね。はい、あ、じゃあちょっとここでプレゼントですかね、忘れてましたね、まず最初に井口選手と田村選手のサイン入りの甲子園の T シャツになりますね、そちらのプレゼントに行きたいと思います、何分まで行きますか。30、キリがいいところなので30分くらいにしま しますかって、私が決めていいのかっていうね、いやいや、どうぞどうぞ。じゃ あ20時35分まで、これちょっとどかしましょうか、はい、こちらをチェンジしたいと思います。ツイッターキャンペーンとなっておりますので、 JLC のツイッターを、フォローしていただいて、そのプレゼント画面があるのでリツイートしていただくと応募完了となります、こちらの1名様となりますのでね、たくさんのフォローとリツイートどうぞよろしくお願いします。はい、であともう一つプレゼントがあるんですけれども、こちらですね、ちょっと関係者チックになれるよっていう、かっこいいですよね。でもね、そうなんですよ、日本モーターボート選手会オリジナルの T シャツとポロシャツがあるんですけれども、植木さん、この枚数をどうやって決めるのか、これはですね、ぜひあの皆さんのグッドこれグッドボタン、グッドボタンの数 で、もし600までいくとですね、最大の22名にこうプレゼントになってますので、こんなね当選率になりますのでね、ぜひとも皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします、はい、今のところどうですか、280いいねなので、だから
ちょっとまだ6名様ですかね。そうですね、はい、あとあ増えました増えました、300超えると10名様になりますので、そうなんですね、はい、ぜひぜひちょっとねこちらの方もよろしくお願いいたします。はい、それぞれこうツイートのその投稿は別々になっておりますので、うん、はい、両方リツイートしていただければ両方応募できますんでね、うん、はい、わかりました、よろしくお願いします。はい、じゃあそろそろですか、そろそろですか、あそろ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 ですよ、ね、はい、はい、リモートゲストということで平本選手、あねえ、ちょっとプロフィールを見ていきましょうか、はい、そうですね、はい、さあそっか、メモリアルに今年で11年連続出場、おほすごいね、すごいですね、 G1 戦の優勝が2012年で、あ平和島の、ね、SGA の初優勝ってグランプリシリーズですよね、これね、でもねたまにこうね、うん、僕今練習には行ってないけどね、昨年とか行った時もねやっぱきちっとねこう挨拶もしていただいてね、はい、なんか好青年ですよ ね、はい、もうほんとずっと変わらないですよね、うん、笑顔で喋ってくれてね、そうですね、はい、でもレースはね、はい、クロートのファンのねハートを掴むようなね、いやもうがっちり掴んでると思いますよ、はい、ね、さあもうそろそろでしょうか、はい、ね、平本ファンの皆さん、皆さんねもう少しですからね、あ、平本選手マジファンって書いてくれてる方がいます ね、ちょっとねどんなお話を聞いてみたいか、そうですね、皆さんもね、何がいいですかね、好きな食べ物とか聞こうかな、はい、では平本選手あかっこいいね、かっこいいね、こんばんは、こんばんは、ちょっとかっこよすぎじゃないですかその丸いメガネは好きなのかな、いや最近買ったんでかっこいい、ちょっと徳松さんより面白い出方したかったなるほどなるほど、はい、やっぱこういうところからやっぱ徳松の選手の影響はあるんだね、最高ですね、どうもありがとうありがとう、はい、今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いしますワインどかしちゃったいや大丈夫ですか大丈夫ですよ、はい、ちょっとかっこいい感じが出てますねはい、まあ今日ちょっといろいろ平本選手にお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、まず今日ですねちょっと実はG1 プレミアム G1 のレディースチャンピオンっていうのが、はい、今日実は平山千佳選手が優勝したんですけど、あ、ま、ね、はい、まあ、はい、一緒に女子レースと走る機会が最近多くなったとは思うんですけど、そうですね、まあ、平本選手から見てこう最近女子レーサーのここが上手くなったなとか、なんかこう変化みたいなのがもしあればちょっと教えてほしいなと思いますね、最初に。そうですね、はい、まあエンジン出しとかはすごいもともと女子レーサーには足負けするっていうイメージはあったんですけど、最近はもうスタートでもしっかり決めてきますし、ターンのレベルがだいぶ上がってきてる感じは正直ありますね。やっぱ感じてますか。そうですね、オールスターでも、まあ、平高選手と準優で競ったんですが、ですね、もうあれは本当やられてましたからね。いやでもあの時の2周1マークだったかな、綺麗な、あ、はい、あの内から内へ綺麗に回ったの確か、2周1マークは、はい、ちょっと牽制しながら、いやでもあれはすごい難しかったんですよ、内か内綺麗に合わせて回るっていう、あれレバー操作ですよね。あれほぼもうちょっと失敗してたら完全にハマってっていう展開だったんですね。あれはね平本選手も悔しかった1枠だったんだけど、そうですね、でもねあそこ綺麗に残してね、うん、ありがとうございました。それではねまずこう今年ちょっと半年っていうか、まあ、8月に入りましたけど、はい、現在、まあ、プロであったら獲得賞金とか結構言われるんだけど、まあ、今11位、はい、まあ、いいところにこう今ね、はい、あるんだけど、まあ、ちょっと振り返ってみてどんな感じだったでしょうかね。そうですね、まあ、
数字、最初、全然調子良くなかったんですけど、琵琶湖の G2 ぐらいからですね、3月の。そこからちょっとずつリズムアップできてきて、で、大村の冒頭誕生祭で優勝できて、まあ、そこからすごい調子が上がってきたなっていう感じで、オールスターの、まあ、優勝戦に乗れたっていうのもありましたし、まあ、それは本当にでかかったと思います。そしてここからはですね、ちょうど今ボートレーサーの募集期間でもあるので、あ、はい、まあね、平本選手みたいになりたいっていうファンの方も多いし、こうそういうレーサーになりたいっていう方も多分いると思うので、ちょっとこう、まあ、ボートレーサーになったきっかけなんかを少し、はい、あ、確かにね、この辺からちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど、はい、きっかけはですね、僕、まあ、小さい頃からボートレースのことは知ったんで、父親に、はい、連れて行かれてたんで、はい、まあ、で最初はすごい反対してたんですけど、うん、まあ、ずっとプロ野球選手を夢見てたりっていう、なんか有名になる自分をすごい思い描いてたんで、なんか普通に工業高校行ったんですけど、そこで、はい、まあ、みんな就職を決めるっていうぐらいの時に、ちょっと普通にやっぱ働きたくないな、普通のサラリーマンは、まあ、自分としてはちょっとなんか違うなっていう思いがあったんで、はい、まあ、体が小さくても活かせれる、まあ、ボートレーサーっていう職業に、そこでもう完全にこれになろうっていうふうに決めましたね。なるほど、はい、ちなみに野球はどこを守ってたんですか？まあ、センターでしたね、ほぼ。はい、平井さん知ってる？センターって足が速くて守備範囲がすごくあるんですよ。あ、そうなんですか。もうどこにでも素晴らしいカバーにも入らないといけないし、臨機応変に対応できる。そう、僕はここしか守らないっていう人じゃない僕はもうすごいちょこちょこ動いてたんで。ねえ、あ、そうなんですか。まあ、そういうきっかけで、まあ、養成所っていうところに、はい、入るわけなんですけど、まあ、96期生って言って、まあ、はい、今活躍、ね、されてるレーサーもいるんですけど、まあ、訓練時代は、まあ、みんな大変だって言うんですけど、はい、まあ、いいところと悪いところがあると思うんだけど、まあ、楽しかったことって言えば何でしょうかね楽しかったことですか苦しかったことでもいいですけど、いや、まあ、なんかしんどかった記憶が多そう。苦しかったんですけど、今を振り返るとトータルでなんかいい1年だったなっていう充実感はあるんですよ。なるほど、うん、楽しかったことは、まあ、あんまり記憶にはないですけどまあ、でも、なんだろう、あ、これもう少しておけばよかったなみたいなことはあります？ああ、そうですね、もうちょっと人の話を聞いとけばよかったえ、まだ聞いてなかったんですか？そんなこと、いや、聞いてないわけではないですけど、多分余裕がね、やっぱりみんなこう奮体の生活でなかなかなかったと思うんだよね。でも、リーグ戦の勝率とか、はい、その卒業記念レースとかでもすごいいい成績なんで、意外とこう、はい、操縦面とかにおいてもある程度こうやれるんじゃないかなっていうのはあったんじゃないですか？ありましたね、正直。それはやれるっていう思いだけでやってきたって感じなので、はい、そっちだけでは負けないようにっていう思いはずっとありました。はい、そして、まあ、そういった中で、まあ、デビューして、はい、まあ、いろいろこう G1 も走るようになってきて、まあ、僕ちょっとこう、まあ、思い出させたくはないんですけど、はい、やっぱり2011年の小島であった、やっぱり1枠で決勝に乗ったんですよ。グラン、何でしたっけね、これ、はい、グラちゃんですよね。これ1枠で若干スタート遅れて、多分この悔しさがすごくあったんじゃないかなって。すごいありました。まあ、本当2010年に初めて SG 出て、
5回目の SG だったんですよ、そのブラちゃんは、うん、でなんかトントン拍子でそこまで行けちゃって、うん、あれ勝てるのかなっていうそういう甘い気持ちもありましたし、あそこでまあいろいろ、まあ、実際その時優勝されたのがウリュウさんだったんですけど、いろいろ学ぶものはありましたね。あ、はい、まあ、そういったやっぱりこう悔しい思いから実は SG を2つ勝ったんですよね。もう、あ、そうでしたね、そういえば、はい、まあでもね、も、はい、あの SG でもね、まあ、悔しい思いは当然あったけど、はい、まあ、ああいうこうね悔しい思いがあったからこそこう2つの SG をまず勝って、そのやっぱり最初の賞金シリーズと、はい、グランプリシリーズとこのオールスターって2つ SG 勝ったと思うんですけど、はい、やっぱりどうだろう、やっぱり最初に勝った時の方が何かこうありましたかね。あ、そうですね、まあ最初平和島のグランプリシリーズ、うん、いやそれはでもそこまであのすごい嬉しかったんですけど、うん、なんかやっぱ、まあ、優勝したんですけど次の日新聞とか見てもやっぱメインはグランプリじゃないですか。なるほどなるほど。で僕の記事は正直まあすごいちっちゃい感じだったから、やっぱなんか違うなっていうのをそこで思いまして、まあ、やっぱオールスター勝った時の方がより嬉しさはありました。はい、ちょっとそのオールスターのちょっとビデオが今 VTR が流れてるんですが、はい、これがねまたね一枠なんですよ。いやそうですよね、これちょっとよぎりませんでした。はい、いやまあでもよぎりはしましたけど、もう正直今回このレースの時はすごい自信を持って、うん、あ、はい、全然気持ちの面では成長できてました。なるほどなるほど、はい、いやーねー、やっぱりああいう一枠で負けたレースがあったからまたこう感動もひとしおだったんじゃないですか。そうですね、ちょっとはい、これ2016年、まあ、5年越しだったんですけど、そうですね、いろいろちょっとやっぱ泣きそうになりますね、こういうのって。そうですよね、はい、やっぱみんな苦労ね、はい、そうですね、そしてあの平本選手、今海水場と淡水場ってあるじゃないですか、はい、はい、結構いろんなレーサーにこう聞いたりしてるんですけど、平本選手はやっぱりこうなんかプロペラの調整とかはやっぱり変えてるんですか。いや変えてはなかったんですけど、うん、今年のその5月のオールスターの住之江の時にちょっと特殊ではないんですけど、うん、まあ、これが淡水の上に合うプロペラなのかなっていう状態のプロペラをもらいまして、あ、それからちょっとところどころで試すんですけど、あ、ちょっとそれがたまに良かったりもします。淡水の上では、あ、やっぱじゃあ少しこう変化をつけてるんですかね。はい、まあはい、ちょっと意識はしながらですけど、まあいろいろ僕本当レース場入ったら関係なくもういろんな形に叩き返してしまうんで、あ、はい、試さないと分かんないっていうスタンス。なるほどなるほど。やっちゃっていつも壊してしまうんで。でも限界がないからね、はい、これでいいっていうのが。そうなんですよね、そこが本当どこまでやっていいのかっていう。いや、そこがやっぱりそもそもが有名になりたいっていう、やっぱりきっかけがあるから、やっぱりもっともっとって多分あると思うんだけど、まあそういったこう SG も2つ取って、これからまあグランプリとかもこう期待されて、多分この後半はファンの方からこう注目されると思うんだけど、まあちょっと好不調がいろいろある中で、こう自分をなんかこうリセットしたりとか、はい、こうレース離れた時にこう、まあ、オフの時とかちょっとその辺の話を聞いてみたいと思うんですけど、はい、平井さん何かそういう話ってもしなんか、ね、急になんだけど、え、なんかすごい夏のイメージがあるんですよ私、平本選手。なんですか。え、なんでだろう。え、だって焼けてません、今年も。いや、焼けてますね。ですよね。まあ、これはこの顔はちょっとこれが若干入ってます。あ、そうなんだ。じゃあサーフィンとかもしてるの？そう、なんかこう夏のね楽しみ方とかどうなんだろうって。サーフィンとか別にやったことないです。ウェイクサーフィンってやつはまあミネさんとかと一緒に連れて行ってもらったことありますけど。はい。まあ、野球とゴルフです。野球の。
ゴルフ、ゴルフ、ゴルフ夏やったら焼けますね。ちなみに、やばいです。ちなみにゴルフは、はい、多分うまいんだろうね。いや、かれこれそうですね。デビューしてちょっとから始めてるんで、12、3年やってるんですけど、伸びないですね。いや、そんなことないね。はい。でも正直言ったらやっぱりシングルぐらいじゃないの？いや、全然。はい。この前そうですね、ちょっと前に弟子たちと行ったんですけど、はい、すぐ越されました、スコア。選手の皆さん、ゴルフお上手な方多いですもんね。多い。センスやっぱありますね。ちなみに僕はゴルフのスコアとボーリングのスコアが大体一緒ぐらいだから。ゴルフとボーリングが一緒ぐらい。わかる。わかります。近いものがあるかもしれないです。じゃあやっぱりこうレース終わってからちょっとこう気分転換とかはそういうふうなことをやったりとかしてるのかな。そうですね、最近子供がちょっとカートを始めまして。カート、はい、まあ、もともと僕も好きだったんですけど、そういうのに一緒についていってカート乗ったりするのもまあすごいリフレッシュというか、はい。まだお子さんはちっちゃいんじゃないですか。まだ小学2年生なんですけどね。じゃあもう乗ってるの。まあまだ本格的ではないんですけど、自分でちゃんと運転して、楽しいですね、そういう成長も。じゃあそういうのをこう見に行ったりするのが少し気分転換にこう、はい、なるね、なります。いいパパです ねいいパパしてるかな。やっぱりそうやってね、お子さんとなんか付き合っ一緒にこうやっていくっていうのはなんか成長が見れていいですよね。そうですね、はい、まあ、本当に自分の成長にもなりますからね、子供っていろいろ。ねえ、あとはなんだろうな、こう仕事に行く前とかになんかこうよくこうおまじないじゃないけど、願掛けみたいな、願掛けとかするレーサーとかも多いとか聞くんですけど、はい、なんか願掛け平本選手とか一応してますよ。家出る前のルーティンではないですけど、はい、やっぱそれやるとちょっとこう安心して仕事に行けるっていうか。そうですね、なんかもうやっぱこうやってやりだすと逆にしなかった時が、そうですね、不安になってしまいますからね。確かにしなかった時のは、はい、なんかこうモヤモヤ感嫌ですよね。そうなんですよね、それがあるから、そうなっちゃうんですけど、まあやっぱ、まあ、ちゃんとやることはしっかりといつもルーティンして。お家の中ではあれですか、まあ、ボートレースの話とかはやったりするんですか。全然しないですね。まあ嫁も元選手でしたけど。そうですよね、はい、あんまレースの話はしないですし、ただ最近これも YouTube ですけど、うん、結構動画で上がってるんですよね、はい、ボートレースの動画が YouTube で、なんか面白い動画だったり、そういうのを見てなんかいろいろネタにはしてますけど、はい、そうですか。はい、もしお子さんがレーサーになりたいって言い出したら、うん、どういう反応しますか、はい、平本選手は。いや、なりたいって言うんだったら、まあ、別に僕は反対はしませんけど、はい、でもやっぱり今はもうボートレーサーってすごくなりたい方が増えてるので。そうですね、はい、そうですね、うん、やっぱり平本選手にもさらに頑張ってもらって。はい、まあ、僕も本当目指してもらえるような選手になりたいし、ですよね、僕を見て選手になりたいって思えるきっかけになれるようなレースを、まあ、志してやっていかないとダメですね。まあ、なんかこう言いにくいんですけど、なんかこう平本選手自身からなんか自分はなんかこうここを見てくれみたいなのはあるんですかね。なんかもうターンとか、はい、ターンのこの辺とか、アピールポイントスタートとか、はい、なんか。まあ、僕は本当、はい、スタートも別に早いわけじゃないですし。いや、そんなことないと思うけど。
整備とかそっち方面も全然得意ではないんで、まあやっぱりターンですね。ターンしかないです僕は。でもターンがすごくその時その時でこう変えれるんですよ自在な感じ、うん、そこが僕はこれからまた楽しみだなと思って、あちょっとまだまだ研究してきます。たくさん見せてください。はい、かっこいいレースを期待したい、ね、はい、それではちょっともっとたくさん聞きたいんですけどね、お話を、はい、そうですね、はい、ラム選手そこに色紙あ、はい、そうだそうだございますかね。あります。これ生サインをしていただくお時間なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、実は。いやいや、もうそれは好き好きで、はい、もう書きました、はい、書きましたね。ああ、書きました、ありがとうございます。そしてもしよかったらですね、番組名を、はい、前でも後ろでも、あ、そうですね、どこかにボートレースウィークリーと、そうですね、はい、そしてこう座右の銘のような、うん、言葉を一つ入れていただければと思います。はい、あ、チャットにも、うわめっちゃ欲しいね。あ、本当ですか。てます。いや、書いてます、はい、書いてます、ね、はい、他は OK です。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと見せていただけますか。はい、あ、シールも貼ってある。おえ、おすごい。何ですかその座右の銘は。これはまあもともと、あ、こちら、無限っていう夢、現実で夢、無限って言葉をすごい使ってたっていうか、好きで、はい、座右の銘にしてたんですけど、もう一個、やればできるっていうのを、あ、こっちですね、はい、最近、すごい言うようになって、はい、本当に、まあ、やればできるんだっていうところもね、見せたいなっていう、そういうのもありますし、はい。はい、無限やればできる。はい、後輩にも伝えたい。やっぱり気持ち、そうですね。そうですね。気持ち大事ですもんね。そうですね。結構後輩からもそうやってこうなんかメンタル面とかもこう指導っていうか話すこともあるんじゃないですかね。はい、いろいろやっぱまあでも僕もメンタルそんな強くはないですし、喋りとか教えるのも下手くそなんで。いや、そんなことないけどね。なかなか伝えられないですけど、まあ一緒に。共有しながらっていうか、いろいろやっていってますけど。でもやっぱりね、さっきの話じゃないけど、やっぱり大レースでね、人気になってこう敗れた時の気持ちなんていうのはなかなかこうね、口では言いにくいけどね。そうですね。はい。ね、はい。ありがとうございました。じゃあそれをもうファンの皆様に、はい、プレゼントさせてもらおうと思いますんで。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いやもうなんか。もっともっとって言うんですけどね、もうなんかもうそろそろ終わりだよっていうなんかね、ありましてね。でもさっき一つコメントの中に、うん、平本選手の人懐っこい笑顔の秘訣は何ですかっていう、ね、秘訣ですか。秘訣、笑顔でいる秘訣。やっぱレース上でやっぱ怖い先輩とかも、まあ、実際いてるんですけど僕はまあ自分の笑顔で他の人を笑顔にしたいっていう思いもありますし、うん、まあやっぱレース上いろんな方が、うん、まあ、選手だけじゃなくて、うん、いろんな関係者の方もいたり記者の方も いるんで、まあそういうなんか向こうから、まあ、自分から喋るのが苦手なんで、うん、まあ、やっぱ怖い顔してる向こうから来てくれないんで、ちゃんと笑顔で言ってくれた方がいいなっていう思いはありますね。はい、ね、その方がまあ喋ってくれるかなっていう。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。もう本当にたくさんお話を聞きたいんですが時間になりましたので最後にですね、はい、まあ、今少しファンの皆さんがこう来られるようになりましたけど、はい、まあ、後半、今年後半に向けてですね、ファンの皆様にメッセージをお願いしたいと思います。はい、まあそうですね、これからがまだまだ本当グランプリに向けては本番というか稼ぎどころにもなってくるんで、まあ、そういうのを今、ね、ちょっとずつファンの方本当入ってきてくれて、すごいモチベーションも上がってきてるんで、ファンの方の前で、でっかいレースを勝てたらなと思います。お願いします。はい。はい。
どうもありがとうございました。忙しい時に、はい、はい、これからも頑張ってください、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当笑顔が素敵ですね、うん、やっぱりね、うん、ああいう笑顔いいね。はい、僕にはなかったです。そうなんですか。本当にやっぱり、ね、怖い先輩もいらっしゃるっていうね。ちょっと僕のことかな。そんな、 そんなことはない。いやでもね本当にねこうターンが本当にね、うん、その時その時でこう自在にできるんですよね。あれってやっぱ武器なんですよね、うん、そうですね。 いやちょっとこの後 ねこの年末までの活躍を、そうですね、今もねちょうどランキングが11位ぐらいなんでね、はい、やっぱり一つでもね、うん、上のランクでやっぱり6位を目指してますからね。そうですよね、はい、ぜひ応援していただければなと思いますね。はい、はい、それではガマゴーリー行きましょう。はい行きましょう、はい、12レース女子の優勝戦になりますね、はい、男女ダブル優勝戦ですが女子の優勝戦です。いやいいですね女子、はい、今日は盛り上がっていましたけれども、はい、こちらも女子で締めくくりましょう。はい、見れますかね。ちょっとスタッテンかなんか見れますかね。すいません、もう私完全にお話を聞く体制に入って、はい、ごめんなさい、こっちを忘れていました、はい、そしてまた皆さんもグッドボタンお願いしますね。そうですね、今どれくらいになりましたかね。367、はい、7かな。10枚ですね。はい、よろしくお願いします。はい、グッドボタンお願いします。では展示を見ていきましょう。はい、はい、ということで、じゃあちょっと飛ばしていきますね、はい、スタートのあたりまで飛ばしていきたいと思います、はい、さあここの女子の戦いもね、またなんか攻めていきそうなメンバーが、そうですね、いますね。さあまず攻めるコースの3枠の前田選手がどうでしょうかね、モーターがね、うん、さあスタートどんな感じかな。あーなんかはい、ちょっと谷川選手の伸びが良さそうな感じはしましたね、今ね雰囲気はね。はい、ちなみに展示タイムが分かれば、はい、ちょっとお願いします。出していきたいと思います。はい、そしてですね、これ金田選手はですね、はい、一着率 69.3、うん、高いんですよね、で刺され率が 16.3、はい、だからちょっと先ほどの水間選手にちょっとタイプは似てるのかなと思いましたね、うん、 そして山下選手が2コースに入って、逃がし率が 60% と、はい、で刺した時が 10%、うん、そして前田選手は刺して2回1着ですね、うん、そして池田選手はちょっと自在性があるのかな、まくりも刺しもありますね。まくって言ってのまくり刺しとかもありますね。うん、そうね、で谷川選手もまくり、うん、で松尾選手は2着3着なのかなっていうのがデータから見れますよね、はい、うん、でそうなるとちょっと谷川選手と池田選手はタイプは似てるのかな、ちょっと思いましたね。そうですね、確かに、はい、そうなると、うん、もう波乱があるとスタートで池田選手と谷川選手がドンと出る時ですね、はい、うんうんうん、そうなるともう金田選手はやっぱりこう刺され率があるっていうことで先に回ってももしかしたら刺されるのかなと、そして2人がこう刺してくるのかなっていう、だからこういう3者で結構こう一幕回っていくのかなっていうのがちょっと波乱のパターンですね、はい、そしてスタート側もしっかりね前田選手も行った場合はやはりもう 69.3% なので、うん、しっかり逃げて、で山下選手がやっぱりこう普通のスタンダードの展開ですよね、うん、そしてまくってそして刺すと、うん、で谷川選手はどこを刺すかなっていう感じでしょうかね、うん、これがスタンダードの展開ですかね。そうですね、はい、だからこれ波乱があるとすれば、うん、4コース5コースがスタートでドーンっていった時なのかなっていうのが、はい、僕のイメージですね、はい、皆さんどうでしょうか。締め切りがね37分ということになっていますね、はい、女子の優勝戦です。で締め切りなんですけどこちらが、はい、20時35分までなので、うん、あと8秒で締め切りたいと思います。はい、5、4、3、2、1
はい、締め切りました。ということで皆様たくさんのリツイートありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、うん、あ、グッドボタンもう少しですね、よろしくお願いしますそうですね、今だったら何枚ですか？309、今ですとね、ちょっと見てみましょう。400ぐらいなので14枚か。はい、14名様ですね。うん、これなんとか500でも22名にならないのかな。そういうそれは多分植木さんの一声でダメなのかな、ね、でもたくさんねこうしていただきましたら、ね、日本モーターウォッチ選手会オリジナルの ねこちら、うん、ポロシャツと、はい、T シャツとプレゼントさせていただきます。これね種類どっちかは選べないんですけれども、はい、サイズが M か L かどっちかは選べますんで ね、 そうですね、はい、記入して、はい、リツイートの方お願いしたいと思います、うん、お願いします。はい、そうですね、今度、うん、まあちょっと話は飛びますけどね、このガマゴーリ、はい、ね、この5枠の谷川選手、ええ、まあ、谷川選手がどこまで行くかっていうところもちょっと楽しみはありますよね。そうですよね。まあでもね、ガマゴーリもね結構乗りやすいので、うん、まあ、1コースからかなりのスピードで回るんですよね。もうだってスピード戦のイメージがガマゴーリはありますから。僕もいつも言ってるんですけど、このガマゴーリはもう本当1マーク、うん、2マークってスピードがいるんですよね。だからモーターがいいだけではねなかなか優勝できないんですよね。あ、そうなんですね。ガマゴーリは得意でしたかっていうと、はい、お隣さんにトコナメってあるでしょ。あります、ボートレストコナメ、はい、トコナメに比べたらガマゴーリの成績はそこまで良くなかったです、ね、ああ良くなかったんですか。トコナメは僕3回も SG 買ったんですよ。あ、トコナメはその何ですか、乗りやすさとか調整とかあるんですかね。多分 G1 とか SG がちょうど自分が調子がいい時にちょうどこう、あ、タイミングが多分いいと思うんですよね。なんかそういうこう巡り合わせも結構大事ですよね。多分あるんじゃないかな。はい、でちょうどね、セントレア空港ができてとか、うん、なんかそういった時がちょうどこうなんか、巡り合わせですかね。決してガマゴーリが嫌とかじゃないんですけどね、うん、僕 G1 は確か勝ってると思うんですよね。はい、非常に乗りやすいイメージがありますね。そっか、これ男女ダブル優勝戦ですけど男子の11レースの優勝戦はなんと 5-3-2 で6コースからの戦いだった杉山正樹選手が優勝するっていう波乱の決着だったんですね。あ、波乱でもないんで意外と6250円、ね、まあでも6コースからっていうことですよね。いや、でもそうですよね。うーん、そうなんだ。そうですか、。ちょっとそういうの聞くと動揺しますが。そうですね。だってまたウィークリーだから荒れるのみたいなね。そうそうそう。いや、ちょっとどうなるんでしょうね。うん、あ、いいですね。間もなく始まります。まあでもね、うん、今回はね、こうレジスチャンピオンがあった中でね、はい、ちょっと今回はガマゴーリ走ってるっていうことでね。そうか、そうですね。だからやっぱりそういうこうまた悔しさもね、うんうん、あるんだろうと思うんですよね。だからこれをまた来年に向けてね、そうですね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますね、うん、さあ1コースの着率 69.3% となるかっていうところですかね。そうですね、そんなになさそうな感じですかね。なんか平井さんが乗ってもなんかスピード出せそうな雰囲気あるでしょ。そうですか。なんかそう、ほら水面がこう鏡のようになってますね。まあまあまあ確かに。でもペアボート乗せていただいたことあるんですけど、なかなかな衝撃ですよね、ボートってね。あの衝撃がですね、はい、実は海水上と淡水上で膝とか腰に来るのは全然違うんですよ。あ、そっか、そういうことなんですね。だから海水上の方がちょっとこう柔らかく来るんですね。今度ちょっと乗せてもらう機会があったら海水と淡水と両方行ってみたいな、ね、だから今日の玉川っていうところはもう結構硬いので、追い上げってなかなかこう難しいところもあるんですよね。何やら出てきたのは谷川か攻撃隊、
あ、でもアンバサダーにコーヒーと甘いものって最近本当なくなりましたね。確かにそうですね。多分スタッフさんもディスタンスを取ってるんですよ。ですかね、距離感をね。もう本当なんか皆さんのありがとうございます。なんかこうないのがスタンダードになりましたね。そうですね。ちょっと頑張りが足らないんですかね。いや、新しい日常になってきてるんですよこれは。さあ、レース見てみましょうかね。いいな、植木さんにティアフォートご一緒してもらいましょう。植木さんに乗せてもらおうか。ファイナル優勝戦女子枠であります。あ、ちょっとこれはちょっとすごい男性だよ。来ましたね。カードの4号艇の池田、1号艇飛びついて5号艇感激をゴーッと谷川ボートが浮かんだ。4号艇の池田博美カードからまくり切った。ちょっと行きましたが、次号艇のカナダユキコ、3番手6号艇の松岡奈美、なんか平井さん喋ってください。いや、ちょっと、やっぱりその4番と5番の出しからの勢いはすごかったなですね。カナダ迫る3番手6号艇の松岡奈美でありますが、まあまだ分かりませんよ。そうですよね。でも池田博美選手ってやっぱりこの角だと追い風に変わった水面、まくりが決まるイメージ強いですからね。角まくり観光の4号艇の池田博美、通気号艇東京新聞取って切り込む1号艇カナダ、まだ追いかける。でもトップ争いが分かんない。うん、分かりませんね。じわ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 と1号艇のカナダも追い、じわじわ来てますね。ちょっとやっぱり内側が伸びるんですね。おー、おー、どうだろう。1号艇カナダここで落としてくるっとボートを返したが、2人 VA 降りついている。やっぱりそこが功績なんですね。1号艇のカナダ、すぐた6号艇の松岡奈美が逆転。3番で1号艇のカナダ上位4番。でも このレース、あのセンターからのまくりを推理された方多いと思うんですよ。まあ、そうですね。皆さんどうでしょう。2番手争い1号艇、しかし6号艇の松岡奈美叩いた。1号艇ターンが流れた。松岡奈美選手も5号艇の谷川理恵がやってくる展開でありますが、追い風に急に変わった水面状態、これをどんちゃん呼び切った。ね、みたいな、いろんな思いがね、こうチャットの中に。やっぱりこう4-1で走ってたからですね。そうですね。だからやっぱり引き波っていうところがですね。久々の優勝ゴールは3年4ヶ月ぶりです。先頭4番の池田博美、優勝のゴールイン。2着6番の松尾、池田さんは妹、明美選手がお姉さんの谷川、2番のですかね。ですね。はい、前田選手は妹さんで、池田姉妹は進めていきますね。当たった方いるんですね。おお、取った取った、なみーってきてますね。あと、あーっていう方も、いやー、4-6-1すごい。やっぱり1000円を購入された方とかおられるんですか。あ、すごい嬉しいじゃないですか、これは。今日はあれでしょうね、お友達と LINE 飲み会でしょうかね。うん、確かに、今から何かいいおつまみを買いに行かないと。いやー、まあでもね、僕はね、あのセンターっていうのはね、ちょっとね、推理はしてたんですけどね。そうですよね。でもそっか、ああやってセンター、特にこう4番、5番が攻めて、行かないと6には出番がないし。そういうことですよね。やっぱ攻めていけば、出番があったしっていうことなんですよ ね、 そうですね。だからやっぱり両方をやっぱり推理するっていうのが、まあ、ね、ウィークリーのスタンダードになってますかね。確かにそうですね。ねえ、だからやっぱり池田、あの谷川選手がスタート展示でやっぱすごい気配が良かったじゃないですか。良かったです。あれがやっぱりそのやっぱ池田選手をやっぱ刺激してますし。そっか、本番でスタート遅れるともうやられてしまうっていう、はい、 そうですね、そういうことですよね。はい、そっか、まあ、そういった感じでちょっと僕は、うん、あのお話をしたんですけどね。やっぱちょっとね、あのカナダ選手も、うん、やっぱり前を追っていくがためにあ引き波に入るっていうこと、僕も経験があるんですよ。あ、そうですか。はい、ねえ、なんかまだ逆転一瞬あるのかななんてちょっと思わせるし、ね、ちょっと僕もね、もう少しあの、うん、踏み込んでね、はい、ちょっと平本選手の話に僕も夢中になってしまいまして。いやいや、もうね、やっぱりね、10分は残さないといけないね。あ、その推理の時間をですね、推理の時間にね、確かに、うん、締め切りがちょっと近かったですね。ちょっと後半ちょっとね、うん、あの短かったので駆け足になっちゃいましたんでね、うん、
ちょっと皆さんからのこう、うん、リクエストにもね、はい、答えれるようなことしたいなと思いましたね。そうですね、次回からですね。あ、ではリプレイが来たようなのでちょっと振り返っていきましょうか。はい、ちょっと見ましょうかね。はい、レースを、ね、見ていきたいと思います。はい、じゃ枠なりだったので飛ばしていきますね。うん、この辺からかな。でも本当綺麗に2コース3コース遅れましたね。いや、そうでしたよ ね。山下選手もずっとスタートコンスタントに行ってたんですけどね。うん、うん、さあ、いや、すごい、うん、すごい勢いだったな、4号ね。僕そのまま2人で行くかなとは思ったんですけど ね。ちょっとやっぱりカナダ選手がやっぱ1コースから小回りしたところをちょっと、うん、あ、ちょっと3艇と接触したのかな、ね、谷川選手がね、そこで行き場をちょっとなくしましたね。うん、でも金田選手もよくこう小回りで残しましたよね。そうですね、うん、そっか、展開があってもなかなか、そうね、やっぱり展開が分かってて船家に結びつけるっていうところがちょっと僕も勉強しないといけないですね。難しいね、ただ一方通行だけじゃなくて、うんうん、ちょっとこの辺、うん、話は飛びますけど平井さんほんま綺麗やわって、はい、ありがとうございます。最近スキンケアをちゃんとするようにしました。いやー、そう、 2,3 コースが確かにちょっとへこんでましたね。もう絶好の攻め、これでもスタートが良かったんじゃないですか、池田選手は。違うんですか ね。どれくらいだったんですかね。あ、満周圏になったわけですね、これは。やっぱり6位が2着に来たのが、ね、大きかったんじゃないですかね。そうですね、まあでもあの4コースからまくるっていう推理だったら、はい、なんか別にそのね、あ、そっか、あの投票できないことはないですよ ね、ただ、うん、まあ、優勝戦っていうことでやっぱり、そういうことですよ、やっぱり1でしょうって。だからその谷川選手 の、 あのスタテン の、 あの勢いっていうのを見抜いた方はちょっと池田選手を刺激してっていう風にね、うん、僕もう少し掘り下げて話ができればよかったかなと思いますよね。いやー、そうですね。あ、かなみちゃんありがとう、信じてよかったっていう方とかね。あ、なんか 2,3 コースがやっぱりちょっとへこんだみたいですよ。はい、2番がコンマ38で3番がコンマ26。そうですか、うん、ちょっとやっぱりね、あの気温もまだまだ下がりきれてないからですね。やっぱり暑いとその内側の方が不利というか、回転的には あ、気温ですか。気温とかやっぱりこのモーター、今ボートレースに使っているモーターはやっぱり気温と湿度に影響を受けるんですよね。気温と湿度、はい、両方高いですよね今。そうだからちょっと、そういった面でスタート特にスロットルレバーを握るときにやっぱこうついてこないとか、うん、結構あるんですよね。だから多摩川の準優の遠藤選手とかね、はい、あのまあ1号なんですけど、まあ、外が早かったにしてもですね、やっぱりこう多少ね、あの10レースぐらいって一番暑い頃なんですよ。確かにそうですね。確か2時とか3時ぐらいじゃないですか。はい、だからやっぱりそこの1時間とかでだいぶ変わるんですよね。そうですね、はい、だいぶ違う。そうだからこのナイターも12レースになるとちょっと湿度が出てきたりとか、うん、その辺ちょっとレーサーの悩ませるところなんですよね。そうか、気温は下がっても湿度が上がってきたりとかありますもんね。そうなかなかね、それはファンの方には分かりにくいことなんですけどね、だから12レースってある意味予測をして調整しないといけないですよね、うんうん、でそれがすごくバッチリ合えば、もうグーンと出ていきますし、裏目に出ると、そっか、裏目に出ちゃうこともある、ね、そういうことなんですよね。はあ、難しい。で、まあそういった面で僕谷川選手は結果、はい、あの着3着まで入りませんでしたけど、あの整備当たってたんじゃないかなと思いますよね。調整的にはもう万全の状態で、そう一マークでちょっとね、あの3号艇の前田選手と接触したんですけどね。
まあ、その辺がこううまく、うん、あのスタート展示をこ う, うまく見れたらね、うん、またレースの推理も変わってくるのかなと思いますね。そうですね。うん、あ、なるほどね。夏の時期ってやっぱり難しいですね。なんかそういうなんかあの僕昔なんか聞いたことあるんですけど、うん、なんかボートレースはやっぱり冬場、はい、冬場の方がいいんだっていう方いますよね。あ、やっぱ夏はやっぱりどうしてもこう、はい、あのスタートで遅れたりとか、うん、やっぱこうしたりして、お、でもまあ夏は夏のこう楽しみ方もあったりね。まあ、確かにそうですね。うん、そうレース見るのはね夏の方が盛り上がれるんですけどね。そうそう、まあでもねこれからどんどんまた素晴らしいレースね、8月 ね, ね、これ終わったらメモリアルですか。もうほぼ毎月大きなレース、ね、これからありますよね。ありますから休んでる暇はないですね。そうですね、うん、あ、いや、はい、そして最後まで、ね、はい、あ、今だいぶグッドボタン増えましたね。本当だ、今444、はい、ありがとうございます。たくさんの方にもうちょっとなのでぜひお願いします。今ね400超えているので14枚ですね、 T シャツポロシャツのプレゼントをさせていただきます。競馬もやっぱり夏は荒れるんですね。 あのそうなんですか、はい、チャットで出てましたね。やっぱり大間さんちょっとバテるんですかね。やっぱそう、最後の辺がやっぱバテるのかな。あ、もう無理みたいな今日の僕みたいな感じ。確かに今日のちょっとガス欠になってくるみたいなねねえ、うん、なんだ、そうか、そう、ボートレース奥が深くて知れば知るほど楽しいなってトムさんが言ってくれてます。でもねやっぱしあの当たる、確かに当たったに越したことはないんですけど、はい、なんかこうパターンをやっぱりこう、うん、覚えていただけると面白いのかなと思いますよね。そうですね、確かにそれはすごいあると思います。そう、そしたらこう友達とでもこう会話しながら、はい、ね、100円投票していただいてね。そうですね、うん、本当に ね, ね、知れば知るほど当てられないっていうマーさんもね。あ、それはですね、なんかコメンテーターみたいになっちゃダメなんですよ。そうですね、そう、あのコメンテーターみたいになってしまうと、うんうん、なんかこう裏の裏の裏だから、はい、やっぱりそのなんだろうな、こう、うん、ボートレースのパターンみたいなのをやっぱこう、はい、なんでしょう、取り入れてもらうと、そうですね、自分の中にこう素直に取り入れて、そうそうそう、素直にレースを見るっていう、なんか裏の裏の裏を書いたりするとそう、皆さん欲をね書いちゃダメなんですよまあでもその当たったり外れたりするからまた面白いんだと思うんですよね。まあ、そうですね、それもありますね。だからぜひこう負けをちっちゃくして、うん、当てを大きくそうなんです、そうなんですね。まあ、明日も明後日もありますからね。そう、ボートは毎日ありますから、ね、だからもう今日ってじゃなくてね、ええ、そういうふうに長い目で見ていただければ、ずっと楽しんでいただきたいですよね。もう500まであとちょっとです。グッドボタン、あ、本当だ、はい、ね、500になるとちなみに18枚ねプレゼント、はい、めちゃくちゃ出しますねこの高評価をしてこれもしかして500に来るまでこの画像が出るんじゃないですか、ずっと。いや本当ですよね我々映らないで番組終わるみたいなね大変大変。そう、応援している選手を追いかけています。それはねいいと思います。そうですね、うん、だけど私も言われたことあるんですよね、はい、僕の、三連対立とかから考えて、なんか僕をずっと追い続けた場合みたいな、はい、まあ確かに配当は安いんですがっていう人いましたけど、うん、新しいファンの人にもお会いしまして、僕のレースを買うと、はい、で僕が、まあ、当時人気になってたので、僕から外して買うと。あ、なるほど。だから船券って買うからファンじゃなくて、その、あ、な、そういうちょっと違った注目の仕方もあるんですね。 それと3着でいつも買いますと。へえ。でも植木さんのファンですっていう方にもお会いしました。なるほど、それすっごいよく見てくださってるファンの方ですよね。そうそう、だから植木選手、当時の植木選手の走りは面白いんだけど、うん、船券としては3着で応援すると最初それ受け入れるまで時間がかかりましたけど、なんか、あ、はいみたいな。でもやっぱりボートレースの楽しみ方ですからねまあそうですね。あ、500行きました、ありがとうございます。ありがとうございます。最近こう皆さんから
500行きましたとかね、確かに教えて言っていただいてるので、教えてくださいました。竹中さんありがとうございます。ね、本当にね、ということでね、じゃあ18枚が濃厚ですかね、うん、あと6分くらいでね、番組終わっちゃいますけれど ね、こちらのね、ポロシャツ、ね、T シャツのプレゼント、M サイズと L サイズがありますんで、はい、希望のサイズを表記してリツイートください。そうですね、はい、はい、続いてお知らせですかね。そうですね、お知らせをちょっとご覧いただきたいと思います、うん、はい、これ植木さんも担当されていますよね。そうなんですよね、うん、辛抱トレーサー募集っていうことで、はい、本来であればですね、これ全城に各地に行ってですね、いろいろこうセミナーをして、まあ、ボートレースのことであったり、ボートレーサーのことを伝えないといけないんですけど、今こういうね、まあ、そうですね、環境の中なので、うん、今回はちょっと YouTube でもうライブセミナー、はい、試みてます。これ前回関東のね8月7日にあったじゃないですか、はいはいはい、なんか試験のちょっとやってみたりしてましたよね。そうですね、こういう試験出ますみたいな、こういうふうな試験がありましたとか、実際、新井翔吾選手にも出演していただいて、はい、まあ、その時こういうの緊張したねとか、はい、面接も緊張したねとか、そういった話とか、はい、ぜひこう応募レーサー目指している方もですね、こうチャットで質問もできたりもできるので、そうなんだ、はい、できるだけこう私もお答えしていきたいなと思ってますので、まあ、ちょっとこう楽しみながら、はい、見ていただければなと思いますよね。直地さんが前回見ましたよって新井選手が出てた回見てくださったんですね。確かこれ目指せボートレーサー、そうなんです、YouTube のチャンネルがありまして、目指せボートレーサーで検索をしていただくか、はい、あとはボートレースのオフィシャルの YouTube チャンネルがあるんですけど、そこからもねこう見られますんでね、そうですね、なんかこう、はい、検索をしていただければと思います。そうですね、あ、そうアーカイブもあるので、そうですね、はい、なんか新井選手が出てくれた関東のも、うん、そう、もちろん植木さんも出てらっしゃいますけど、うん、まあ、それぞれですね、はい、その地域に、まあ、ゆかりのある方がこうゲストで出てくれたりするの で、そうなんですか、まあ、同じ話でもですね、全然こう内容が変わってきたりするので、雰囲気も変わってきそうですね、はい、やっぱり北海道、また東北と、はい、また九州はまたちょっと違うと思いますし、その地域の例えば選手が出てくれたり、まあ、選手であったりいろんな、はい、まあ、そのラジオをされてる方とか、まあ、その全然関係違う方とかもね、だからそういう地域のことも話が出てくるので、はい、そうなんですね、はい、そういったこう楽しさも今回あるのかなと思いますので、ね、うん、私試験問題全然分かんなかったです。いやあれね、難しかった。久しぶりに見たら難しいんですけど、なんか南角形の内角の何度でしょう、はい、みたいな、あれだ多分ね学んだと思うんですよ、360度のね。そうなんですよ、学んだの。やっぱり人生いろいろあってこうもう奥の奥の方に行ってしまってんですよ ね、 数字に弱くてのあれも分かんなかったですね。でもちょっと面白かったですね、学科試験。でも今さ、はい、4択かなんかなんですよね。あ、なんかこう選べばいいっていう、はい、そうなんですよ。僕たちがね試験受けた時は記述式だったんですよ、はい、そうか、だって新井選手最悪鉛筆転がせますって言ってましたよね。いや多分ね転がしてはないと思うけどね。だけどやっぱそういうこともできますからね。まあそうですね、おそらく4つあって、はい、おそらく、まあ、これとこれかなんだなんだと思うんですよね、うんうん、必ず正解は1個あるわけですから、で全然違うのが多分であると思うので。そうですね、はい、まあ、50%最低 50% の確率ですから ね、 ね、ちょっと試しに試験やってみたいなってね、はい、思う方ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね、はい、はい、そしてあと平井さん、はい、こう、はい、ボートレースのもうこう、まあ、売り上げとかね、そういった意味ものがですね今こう役に立ってるっていうお話をね、うん、少しさせていただけたらなと思いますね。はい、お願いします。はい、今日実は私も違うね番組でこの話をさせていただいたんですけどね、はい、本当こうボートレースファンの皆様の本当にこう日々のですね、うん、ご愛顧いただいているおかげでですね、今ボートレース業界としてはこう日本財団を通じてですねこういうふうな活動をさせていただいております。はい、本当に皆さん
にはもう感謝っていうかですね、そういったことしか言えないんですけどね、もう確実にですねこのような形になって、おりますのでね、今日はちょっとご紹介をさせていただければなと思ってますね。はいはいはい、はい、ということでお知らせをさせていただきましたが、ですね、うん、今の時点で514いいねをいただきましたので、 やっぱり18にこだわるんだねそうなんですよ、20にはしてくれないんだねこれちょっと変わるんですか ね変わんないのかな、20に霧のいいところでね、霧のいいところでって植木さんからのリクエストがあるの で、ね、万が一変、うん、なんかあ、ちょっと待ってください、植木さん。ちょっとなんか嫌々じゃなかったですかね。今、私たちね、ここからこう聞こえました、ね、ディレクターさんの指示を受けてるんですけれども、はいはい、なんと、はい、2枚追加しましょう。ありがとうございます。20名様にプレゼントさせていただきます。皆さん本当ありがとうございます。もう本当にね。植木さんの一声で追加されましたんで、ありがとうございます。はい、ということで、はい、リツイートしてくださった中から20名様に、人生粘りが大事ですよね。そうなんですよね、はい、言ってみるものですね、しぶとくいくのがいいと思いますんでね、はい、しぶとくいきましょう、はい、はい、ということでプレゼントさせていただきます、はい、で番組終了後からですね、うん、あの平本選手の選手紙、はいはい、うん、あれ2枚書いていただいたということで、あ、そうなんですか、で、はいはい、2名様にプレゼントしたいと思います、はい、じゃこの番組が終わってからですかね、終わってからその平本選手の選手紙ツイート、はい、投稿が出ますので、はい、リツイートしてください。はい、ねえ、あ、もうそろそろなんか終われっていう音楽が鳴りましたけどね、まあ、本当ちょっと大きくなってきましたね、はい、でも今回もですね、うん、実は玉川もね、大幅のね、はい、こうファンの皆さんにもね、規制がね、そうですね、ありましたけどね、はい、まあ、あのボードレース業界もですね、いろいろ対応しながら、はい、これからこうできるだけ皆さんにね楽しんでいただけるように頑張っていきますので、はい、またどうぞこれからもあの長い、ご愛顧をですね、はい、いただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではあの最後もタイトルコールで終わりたいと思います。はい、はい、月曜日の夜はボートレースウィークリー、ありがとうございました。また来週。